第3回リーチ麻雀世界選手権決勝戦、まもなく2回戦を迎えます。実況は日吉達也、解説には日本プロ麻雀連盟会長森山重和プロ、第2期世界チャンピオン友竹勝プロにお越しいただいております。お二方引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さあ森山会長、まもなく第3回目の世界チャンピオンが決まるわけですが、はい、ここまでのポイント状況をご覧になって、いかがですかね。もう1位と2がもうほとんど、はい、ね、着順勝負なんで、まあ、ポイントはどっちかってそっちですよね。うん、3位4位がこうガッとくるかどうかあれですけど、はい、奈良とアンナ、この2人にまずは注目ですよね。その、友竹プロ、はい、3番手4番手になっているバレンタインと藤崎、はい、いかがですか。だからね、親の時にどれだけ点数を、はい、うん、取って詰めることができるかだと思うんですよね。まあ素点がね、はい、素点が大事になると思うんで、うん、ただバレンタイン戦が那須親ですよね。うん、あ、そうですね。だからその辺は親があるからっていうんで普通に進めるかもしれないんですけども、はい、やっぱり親が後半に控えてれば控えているほど普通には打ちやすくなってくるかもしれません、はい、さあただいま場所決めが終わり、親決めも終わりました。決勝第2試合が開始となります。決勝第2試合はちーちゃから藤崎、なんちゃ奈良、シャーちゃアンナ、ペーちゃバレンタインの並びとなっております。トンの1曲ドラはシーソーです。さあまずはちーちゃとなっている藤崎。さあ友竹プロ、はい、2人はあの藤崎とバレンタインの2人ですね、はい、あのとにかく親が大事という中で第3弦だろ、春あんこ初作1枚ずつここで第3弦上がれたらすごいね。藤崎ってこう意外に忍びとかって言われてますけど、役満上がるイメージ僕あるんですよね。あ、予選でも春あんこ短期上がったんだね。もうあのとにかくここ1番で役満出してくるんですよね。残ってるよ。そうですよ、思い返せば役満、あー、おいおい、もう目を分かない。もうこれは1万8000は見えてますね。1万8000が最低ですね。4万8000あるかもしれない。4万8000あるかもしれないです。そうです、藤崎は予選で数アンコ短期イーソー短期を炸裂させています。世界大会2度目の役満来るか、大変なことをやるぞこの男。ただこのままの形だと小3弦になっちゃうんですよね。いや、1万8000にはなるね。そうですね、2面ですからね、まずがね、2面なんでね、1万8000でもあとはいわゆる白髪の行方なんですよ、はい、今誰も持ってない、誰も持ってないのは熱すぎますよね。熱い、しかもみんなそんなに手が良くない、うん、これじゃない、これじゃない、もう捨て牌隠しもせず、いや、熱だ、ほんださあ、白3枚山、白3枚山、まずは1万8000点のイーシャンテン。まずは1万8000点のイーシャンテン。しかしその先には4万8000点のリアンシャンテン。だからこれね、奈良君は、あ、藤崎さんが 一泣きだと思えばケアはすると思うんですけど、どうですか、あの2戦勝負で1戦目、はい、ああ、まずは1万8000点の天敗。じゃあ奈良君は打たないからね。白短期、これが3山、奈良くは打たないからね。これアンナはどうですか、形悪くないですよ。いや、わかんない、5枚いってますよまだ。多分藤崎くん1回は、はい、出ると思う、これ出ますか、出る、バレンタインさんから見逃すんじゃないかと思うんですよ。おお、いや見逃さない、7枚、そんな何をバカなこと言ってんだよ、そうですか、山越聞きますよ、関係ないよそんなこと。なるほど、まずはシンプルな、持ってないやつどうやって山越狙うのよ。いや、そうなんですけど、それわかんないじゃないですか、寝言は言うんじゃないってとりあえず上がらない、だったら泣かないさ、どうなっていくか、ヤンワンをさ、ぜひ注目していただきましょう。上がらなきゃしょうがないって、白山山ですよ、うん、ただ白を積もったらどうするんだって話だよね。あとこれウッパーマンとか6球マンに変わった時どうですか、1万8000を1万2000点に下げますけど、いや白積もった時にどうするかはあるかもしれない。短期にしてから、ごめんなさい、両面の振り点にしてからの第3ゲーム、いやいや第3ゲームだ、ただもうあ、テンパイリリーチだ、おー、これトップ目の第1試合トップのアンナからですよ、リーチが、あ、これは危ないですよね、これ藤崎一勝おりませんよ。待って、物は何、 E1 とパーソーのサーブですね、 E1 とパーソー、ウーソーが取ってパーソーが筋になった、あと一角にはなった、ハクが3山、パーソーが1枚、これきついね、 E1 が2万が1枚だ、1枚です、1枚出てます ね、だから、あー、6000だ、藤崎が来ました、6000オール、6000オール、第1試合4番手の藤崎の猛追、いきなり来ました、
忍者の手裏剣が奈良とウクライナのアンナさんとフランスのバレンタインさんに突き刺さっている。これほぼ逆転ぐらいか。これもいきなり分かんないですね。まあこれで3人並びです ね。いきなり分からない。いやでもまだツモでよかったね。アンナさん打っちゃったら大変なことになっちゃった。もうめちゃくちゃ寒かったですよね。ねえ、で奈良としては悪くないよと。奈良悪くない。ラスになりづらくなって藤崎の逆襲悪くない。ただこれで藤崎がひょっこり顔を出してきました。ドラが9万。現在名前の上に、ご自身の出身国、その上に出ているのが、第1試合のポイント、黄色で、表示されているのが現状でのポイントとなっています。藤崎は今のつも上がりでトータルポイント3着まで浮上、うん、そして奈良とアンナは目と鼻の先。さあどうなっていくか。こちらが奈良、やっぱり来たな藤崎先輩といったところか。よくあんなの来たね。本当ですね。すごいね。でもチューンアンコで白髪一枚ですので、はい、バレンタインさんも悪くない悪くない。今回悪くない。今回予想とか入ったから、いや藤崎君このままなんかだんだん、奈良君が戦々恐々として。そうですね、手は悪い、でも我慢。奈良と藤崎はもう同じ日本人選手ということもあるんですが、普段からすごく仲いいんですよね。まあ、いいシャンテンだからね。いいシャンテンですけど、取る仕事狙うんじゃないの。だからパーピン切るんじゃないの。パーピンかリャンピンだよね。はい、ドラが8万、仕事はあのソースが変われば仕事になるからね。パーピンの方切ってきました。どっちでもいいけど。さあ藤崎の逆襲が始まろうとしている。奈良としてはこの絵はさっと終わらせておきたいところ。藤崎の怖さは誰より知っている。奈良はこの手を終わらせられないから。終わらせられないですね。だから迷うすごいの引いた。ウーアンだ。シンプルにいきますか。そりゃウーアンしかないでしょ。リャンメンリャンカンドラドラのイーシャンテンだ、さあどうするんだろうね。まあ当然どっちでもどこ入ってもリーチだと思いますよね。ピンズもどっちか選んでリーチですか。カンサンピンでいくかな。ローマン引いても多分いくと思うんですよ。はい、いくもんね。6球目のこれ当然ですよね。ただこれはあんなかチャンス。これがね、長引くかどうかですよ。長引くというのはどういうか、なかなか転配しないっていう。なるほど、はいはいはい。サクッと転配してくれれば簡単だけど、ね、引き込めずにこの形のままキープして。手はもう手はいいですよ。おっと、ね、やっぱ握れってことか。これ切るってことは。さあ奈良一面つって、もう重すぎる。いや奈良くんはもう遅いからね。きたー、最高のヘルメさんピン。すごいリーチだ。9万積もって、ね、9万も跳ねまんだもんね。そう藤崎の6戦オールに続いてはアンナの逆襲か、まあ、ローマンどうだ。パーピンゲーム奈良くんがピンチだよ。確かに9万誰も持ってないんだよね。3戦6戦3枚、すごいな。一発積もすらある。まあローマね、ローマは出る。まあバニは1枚出てますけどね。あ、ニヤマですか。はい、うわ、ウーピンも入ってる。でも何でも何でも引いてる。リャンピン切ってても今のウーピンでテンパイ、ね、テンパイですね。いやあんな6万の方はちょっと少ないんですよね。高めのが残っている。そう、みんな持ってるんで。9万2と6万がドラまたぎはなかなか1枚じゃないですか。出づらいのは出づらいだよね。はい、ってことはやっぱりツモ上がりがかなり上がるときはツモ上がる。積もれば晴れまんっていう感じだね。はい、第1試合もトンの一曲フリテンのサブロ9走で30006戦を決めているウクライナのアンナ。これ上がりたいね。だからここもね、3色見えてるんでね、ゴロシの3色が見えてるんで、藤崎君もね、はい、簡単には、はね、簡単には引かないと思うんで。ただこれ飛び込んでしまうともう一回やり直しになる。それぐらいの手です。あ、6万ちょっと危ないかな。いや、なかなか出ないでしょ、あそこは。イーシャンテン、これは降りれない。これは9万引いても切ってしまう。あ、9万引けば分かんないね、うわー危ない。藤崎でもカウンターの大チャンスでもある。これね、危ないんですよ。うわー、受けた。チーソローソで受けた。大きく迂回です。3番テンパイだ、ゴロシチだ。闇天、スッチーソー闇天見物さ。チーソー通ってるのよ。ここで忍ぶ。いやいや、これだま高め1枚だからじゃないですか。なるほど、チーソーに見えてる。3山、3枚見え。こんな数層出るかもしれないじゃん。うわー、しのび。でもこれ9万が危ない。止まんないですよね、2枚残ってますよ。9万持ってたら止まんない、ね、あ、9万こっち行った。あ、こっちだ。残り1枚。しのびのもの、続いてるか。続いてない。
数層とイーソ取ってるのか、数層もないんですよね。でもこれローソーでしょうね、数層切るぐらいなら、はい、いや、はい、数層切らないと思うな。切らないですか、切らなそうですね、確かに。だってウーソーローソー切っていくのはあんまりないと思う。ただこれチーソー掴んだ人はいきなり危ないですよ。危ないね。うわ、マンズ2万藤崎だって9万掴んだら危ない。まあそれはしょうがないね、9万掴んだらもうローソーだ。あ、硬い、はい、硬いね、硬いね。ハクが通った、これでバレンタインはかなり受けれる、まあ、おじゃない。ここはどっちか余っちゃってね、はい、だからこれは上がれるかどうか。いや、チーソーか9万か、まあ、これ数層があと1、数層1のチーソー1ですね。で9万が1、ローマンが1。いやいや、なかなか危ないの引かないよ。2対2でも藤崎も6球は止めれないぞ。怖いね、チーソー、チーソーだ、1800だ、でっかい藤崎逆転。これでまず、あ、これ逆転ですね。逆転でしょ今。ああ、奈良はかわしてないですね。奈良はまだかわせない。でもアンナはかわした。うわー、すごいね。ただ森山プロ、はい、闇天でしたね。いやいいんですか。だから、いや、現物だから。そうですね、やっぱりそれはしょうがないでしょ。リーチしてれば1万1000、それはもう結果であって、結果ですね。今のやっぱりしっかりダマ天していかないといけないでしょう、はい、いやー、これはね、柔軟さも持ち合わせています。やはり藤崎の強さが出てきた。ある意味でチーソーが出てたからラッキーだったのよ、アンナさんは。上がれ、あ、うん、なるほど。これもしチーソー出てなかったら追っかけリーチはあったから、はい、ね、そうですね、うん、チーソー先に通してたからね。薄くなってた分藤崎は闇天になってた、うん、要するにきちんと上がり取りに行ったから、うん、はい、ね、でもこれも悪い手じゃないよ。いや、藤崎も、うん、奈良の背後にぴたりとつけた、うん、たった2局、ね、たった2局で4番手だった藤崎がぴったりとつける。もう1回戦で死んだと思ってたけどね。死んだ森山君、死んだはまずいっす。死んだはまずい、死んだはまずいっす、すいません。で、あの、He's dead but he's alive。 あの、本当にピンチでしたけどね、戻ってきました。生き返ったね。生き返りました。さあ、友武さん、はい、こうなるとちょっと大変なのはバレンタインだと思うんですけど、だから先ほどもしっかり受けてたんで、受けてたね、言われたね。だからその辺はわきまえてると思うんですよ、うん、なるほど。自分が、ね、最後の親までね、はい、チャンスを残すためには、うん、無理な、うん、ね、やっぱり最後の親番っていうのがこう心強いところではありますよね、はい、ポンした、さあ、白のポンです。アンナさん白ポンしたんですけど、ドラが1枚あって、最終的に多分ドラ待ちみたいになるんですよね、はい、ドラ持ってこれるかどうかですよね。白の、いや、これもいいとこに入ったですよ、これドラ打つか、もうドラ切ってもおかしい、ドラ打つか、うわ、チーピン打つかと思った、うん、いや、でもドラ切ってもおかしい、ありますよね、ドラ切りまで、うん、そのぐらい積極的に攻める手はありますね、はい、先ほどこの決勝戦始まる前に、あの、森山会長言ってましたよね、藤崎は攻めるようになったんだと。ただね、今ぐらいが藤崎君らしいね、チーピンぐらいが、いきなりドラ切らないで、うん、それと、あの、海外の人は割と早く泣いて、そんな、あの、大した手じゃなくてもね、リーチだ、あ、リーチだね、これね。さあ、バレンタイン、ペンサンピン引き入れて先制リーチ、マチュア6球走、まあ、3球ぐらいの感じですよね。これはアンナさんがちょっとピンチかな、これ球走、うん、あるのか、アンナさんがこういう形だからね、ベタ折りにするか、向かっていくとちょっとやられちゃうかもしれないな。あとは藤崎の手がどうなるかですね。ここもいいんですよ。ただトンをね、どういうふうに考えるかだよね、はい、うん、切るべきなのか、それとも重なるのを待つのか。いや、でも打った時ひどいから、ひどいですよ、うん、やり直しですよ。チートイシャンテンですか、これ奈良くんね。奈良は打つ牌が3番が筋、1回リーチの1回前のローマンが切れてますので、3番が筋、まあ、ふわっと粘った、ね、ふわっと粘った、うん、要するに後が続かないからってことですよ ね、 続かないよね、うん、しかも3番が絶対通るわけでもないと、はい、来るぞ、いったドラ、いってる、いってます、すごい、世界の皆さん、これが藤崎、見てください、受けるだけじゃないんです、よく言った、受けるだけじゃない男、かっこいい、これは上がりまである、いや、これかっこいいな、カウンターあるぞ、これ見ちゃうと他の人行きづらいですよね、行きづらい、奈良はもう多分寒い、勝ちにいった、いやー、来たー、上がんなかったことはないぞ、これこれは強い、お見事なトンギリ、リャンソーで追いつき、ただリャンソー、アンナさんが4枚ですか、え、いやー、そういう枚数じゃないからね、うん、いやー、これはお見事ですよ、ね、これは素晴らしいね、いやー、ほら、バレンタインさんやっちまった顔してました今、そう、これやられ、あ、ここに4枚、おー、これドラあるからね、うん、ドラもトン通ってるからね、通ってます、うん、もう怖がってる、ちょっと怖がってますよ
忍者の歯も、ね、いや、あの日本刀はね、痛いですからね。雀荘はね、高いね。雀荘が…いや、だから1枚と、ウーソンが1枚ですよね。1枚ずつ、枚ずつの、うん、あ、そうなんだ。うわ、すそ通してくる。6球層は2枚、2枚じゃないですか。4枚、2対4。しかし、2対1対4。いいシャンテンになったよ。いいシャンテンです ね、うん、出ない形ですからね、リアン出ない形、ね、うん、おパーソー。だからこれ5200でも上がり返したら、ただあの、ね、あのバレンタインさんのピンフだけだからね。うん、ねえ、裏ダル乗って3球か、はい、9-1とか、2枚やら牌がね、裏裏だったら高いけど、うん、しかし、アンナさんの手は伸びましたね。伸びたね。あそこまで伸びると、やっぱこ、ね、勢いありますね。ある、はい、まだまだ死んでないね。これ、奈良くんが困っちゃって切るのあるの。あ、いや、ね、まあ、なんかどっかで手詰まりそうですよ、ね、うん、あ、ポンですね。あ、ポンだ。おー、しない。おい、ポンしない。このポンセンスがどうなる。で、なんで泣かない。え、固くいっちゃった。リャンソーウーピンの天敗だった。さっきの報酬が効いてるってこと。またリャンマンでいってた。あ、もういや、もう崩します、この手は。崩しちゃった、崩しちゃった。これどうなる。不思議だ。どうなる。ポンしてたら、ポンをしてたら、リャンソーウーピンですね。あ、ローソー詰まってる。あのバレンタインさんがローソツボだね。そうだね、ローソツボだね。あ、そうだね。これで1対3。あらららららら、あ、あ、リャンソー、あー、これやばい。あら、やばい。これは裏は1万2000から、うん、う、今ちょっとケツ浮きました、僕。ウィーンでもケツが浮きました。いや、森山会長、こんなことあります。お尻が浮いたで。あ、すいません。だってって言ったらあれですけど、ポンだよね、あれね。ポンをしてたら、これはだからアンナさんは藤崎に塩を送ってしまったわけですよ。そうだね。これで藤崎トップだ。トップだよ、これ。わずかトンの一曲で逆転。しかも大きいよね。大きい。ただアンナさんは分かんないから、もし老僧が積もってるかどうかは、うん、分かんない。いやいや、もちろんそんなことで分かんない。あの、うん、ストレートに前に行かなかったからね。どうなるかは分かんないですけど、でもこれ、まあ、こちらから見る限りバレンタインさんはめちゃくちゃきつくなりましたね、うん、もうちょっときついね。さすがに今ので。いや、あのアンナさん、まあ、ストレートでいくと思ったけどね。なんでテンパ取れなかったかね。まだ差がないんですよね、だけどね。逆転はしたんだけど、まあまだね、まだわからない、まだまだね。ただご覧の通り、藤崎が奈良をかわしている。わずか布団の一曲。やっぱりチャンピオンのプレッシャーかかっちゃったかな。あートータルトップだったね。そうですね。それがあったかどうかはわかりませんけど、今やっぱりこう国のね、情勢も大変な時なので、あのね、少しでもいわゆるハッピーなニュースをね、届けたいって気持ちは相当強いと思うんですよね。なんとかまだ逆転の可能性がある。みんなも応援してるんだけどね。そうですよ。ここで離されちゃったらっていうのがあったと思うんですよね、多少ね。多少ね。ここで頑張りたいぞ、あんな。いや、藤崎君いいとこ入るようになっちゃったり、今ペンチーワン入ったりさ。さあ、あのトンギリからの三層ツモがやっぱりもう。いや、トンギリがやっぱかっこよかったね。思い切りよくね、うん。この運も風も味方につけて、藤崎聡が突っ走っている。いいシャンテンだ。賞賛源がもうすごかったですね。来てる、ね、来すぎている。いや、今回もね、いいよ、はい、あのおつも悪くないから。そうですね、うん、世界の皆様ご覧ください。ヒーズ藤崎忍者サトシ。ぜひこの麻雀見てもらいたい。さあ、くっつき、まあ一応7、8、9見ないといけないかな。ドライチありますからね。ピンフでも十分な手か。いや、でもどうだかな、いいもん、形がいい。奈良くんもいいんだけど、うん、ね、あ、一気ま見えますね。まだ、あ、もうちょっと時間かかるからね。うん、ピンズですか、外すのは。まあ3ピンぐらい外しとけば、うん、まあうまいね、うまいです、上手ですよ、はい。だからこう手順、ね、バレンタインさんがリーチ打つかどうかですよね。テンパイした時みんなかなりまとまってますからね。いきなりどっかからバンバンとリーチになる可能性も十分にあります。さあ、いいシャンテンだ。まあ一応この形、いいシャンテン取りながらマンズの伸びを見てね。はい。うん、パーピン切って、まあ、スワンあたりが一番いいね。あ、おー、形決めた。それはどうだろう。6、7を見るってことですか。ドラがパーソだから、そっちか。ソーズの上の秒を見てるってことですね。あ、一気通貫6000本だ。あ、これ3番ですか。
純ちゃん三色ですよ。わわわわわわ、一気通貫もあるし。純ちゃん三色と一気通貫、やばい、これ来る。いやー、ここ本当に来ますよ。手役が。世界の皆さん、藤崎の闇天が来ますよ。あー、うわ。見ててください、これ悪魔の闇天。まだまだ絶対闇天来る。あ、ストレヒタ。これでどうするかですよね。ドラッキ、ペンチンソーか、闇天だ。玉天だ。闇天だ。なるほど。どうする？どうする？広さのカービーも見たいか。まあ、これどうせ何言っても当たらないし。おお、純ちゃん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 、さあどうだ。あー、6社長、本当だ、すごい。数層、数層、まあ数層ですよね、ドラパーソーだからね。はい、ドラパーソーだから切らないですもんね。でも藤崎は今のローソー切りでチーソーが止めれなくなってます。チーソー来ないから。おお、なるほど。もうそんなあれじゃないよ、そんな陽気じゃない。うん、引いたらまあ面白くなるだけだ。これ力チーソー出ないんですよね。いや、もう決め落としてる、ね、6社し決め落としてる。うん、決めてもいいんじゃない。うわー、手役派アンナ。いや、いいじゃないですか、うん、アンナさん頑張って。アンナは3色同順が好きみたいなんですよね。好きなんだ、そうなんだ、うん、答えてくれてました。好きな役は3色同順。なかなかくっつかないですね。くっつかないですね。チーソー引いちゃダメだよ。さあ、テンパイで、あ、ごめんなさい、イーシャンテン、ね、ごめんなさい、失礼しました。日頃の3色あるんで、ピンズの方を外すとは思うんですけど、2切ってね、3ピンが2枚切れ、ここはリアンピンシンプルに行く。まあ、最悪親を流せばいいぐらいだと思いますよ。まあ、まだまだ先が長いから、まだトーン1曲ですよ、はい、ね、まあ、上がれば。来るよ、来るよ、来るよ。あー、来たよ。うわ、闇天来るよ、闇天来た、藤崎のサイレント来た。9番まずい。ピンフ、純ちゃん、インペイ、コトライチ。あなた、まずいわ、何言ってるの。これは世界の皆さん、ね、見届けてください。この1万8000点の闇天。9、あ、9万2枚超える。2枚だ。リーチ来た、リーチ来た。いや、間違い悪いよ。いや、これ、追っかけリーチですよ、追っかけリーチですよ、追っかけリーチですよ。9番ね、高い。9番何枚ですか。1枚、1枚残りですね。ローマンが、でもローマンあるからね、うん、あ、チーソーもありますよね、チーソー2枚ある。いや、間違いあるよ。表示合いか、チーソー2枚。ただ勢いはだいぶ違うよ。うわー、もうやばいよ。チーソー1枚になっちゃった。こっちだから、これ出ないからね。えバレンタイン、まさかローアン出ないよね。出ないと思います。帰りの飛行機のチケットを予約してやるかい、あなた。3層が通ってる、3層が、3層切るね、きっと3層だろ。もうやめるでしょ、ここで。無理はできないですよね。いけないから、まして親まで来てるからね。これ、あの、奈良からすると藤崎つもぎりリーチ。あー、チーソー。はー、裏1だ。5200。いや、ドラドラですよね、ま、リーチーペーコードラ裏8000は8900。これは藤崎にとっても悪くない。あー、いや、どうして切ったの今チーソー。ワンチャンスとかになってます。ノーチャンス。ウーソーが4枚見えてた。なんでドラパーソーでしょ。そうです。ペンチーソーあり、うん、ペンチーソーありえた。ありえますよね。ありえた。でも打つ合いがなかった、挟まれて。 いや、そうだけど3層通ってたもん。あ、じゃあ粘ったってことですね、うん、藤崎にこれ以上上がられるのはまずいと。いや、行き過ぎちゃったかもしれない。行き過ぎた。これが、いや、だからその京都出るか吉都出るかが今からだね。なるほど。これがいい風に出てくれれば、これがある意味でポイントではあったかもしれないね。なある意味順番が逆になりましたからね、うん、1回戦目とね、トーン1曲は終わったばっかりですけど。そうです。ただ藤崎君 の、 あの今のすごく高い手をクラッシュしたとも言える、クラッシュしたっていうとも言えるから、うん、もう何とも言えないね。ただ通常的に言うとなんか甘い振り込みに見えるね。なるほど、うん、奈良もこうかなりディフェンスの強い選手であることには間違いないので、うん、ただイーシャンテンだったし、3色も絡んでたし、あとは藤崎の攻めがあまりにも連続しすぎて、うん、これ以上は嫌だと思ったか。さあ、ご覧の状況、藤崎、トータル首位、続いてアンナ、奈良、バレンタインという並びになっています。あのバレンタインさんのね、リーチがね少し遅れたのが良かったんだよ。良かったってのはバレンタイン取ってってんですよね。あれが例えば即リーチとかしてるともっと早く引いたから全然違う展開になるわけよ、うん、はい、で手が進んじゃったのよ、奈良の手がですね、奈良くんの手がね、はい、手が進んだところでリーチ打ってるから、うん、来たね、引ききれなかったってことですね、うん、奈良の形できちゃったから。だからそのバレンタインさんの、まあ、本当にある意味でタイミングは良かったんじゃないの。藤崎君にとってはちょっと苦しかったけどね、はい、うん、だからこれどうなるかまだ分かんないですね。だからアンナさんもね、
バレンタインさんを交わせば上ですからね。着順が上になりますからね、はい、もう全然あの、ね、そんなに差がなくなったからね。そうなるとトータルで藤崎を逆転しますよね。そうそうそう、はい、まあ今のとこあの藤崎君とアンナさんのね、おここ勝負だよね。トーンしてきましたね、うん、全然まだ分からないですよね。ただ点数がちょっとまだこれ今もね2000点ぐらいの仕掛けだから、はい、さあこちらが映ってるんだから、まあいいね、形は1点3層切っていった。あ、マンズ伸ばそうか、うん、まあただドラがさドラがリャンマンだからだいたい E1 切っといても大したことないけどね、うんうんうん、あんまり単位をつくし。さあこれでバレンタインいい形になってきましたよ。来たのがこちらが奈良、うん、これでイーシャンテンが盤石、うん、ここで E1 を切っていきます。まあ危ない方から処理ですか。泣きもあるんですかね。いや、今の形から言えばあのあれでしょ、あの E1 がない先ない方が3層残ってる方が手広かったでしょ。3層抜けありますね、うん、だからそのまあ簡単に言うとミスだよね。うん、3層切っちゃってるんだこの形から。これはもう一丁ドラの代わりがあるか。要するにあのリャンソーの間違ったでしょ。あ、そうです、ごめんなさい、関山層にリャンソーですね、うん、だからそのリャンソー、はい、リャンソーサブローソーの形だったでしょ、はい、だからすごいあのもったいなかったね。リャンソーが丸ごと裏メニューになっちゃってますね、うん、そうそうそう、だからそれが裏になった時にちょっときついよ。あの E1 の、むむむむむ、 E1 残す意味があんまりなかったからね。はい、さあ藤崎チートイツのイッシャンテン、ここは良くなってるね、うん、ここで馬に切って目いっぱい、うん、いよいよポンもあるか。まあタイヤもね、うん、まあ泣きそうですよね。はい、ポンはアンナの仕掛けも入ってますね。奈良君親だからね、はい、泣いて天敗は取りそうですけどね。ただリーチ打ちたいよね。打ちたい、うん、圧倒的打ちたい。ロッキュピン何でもいいから引いて、はい、リーチ打ちたい。アンナさんも進まないんでね。アンナさんもねやっぱりあのずっと今までの予選とかも含めて1回戦なんかよりもちょっと慎重になってるよね、打ち方がね。さあ藤崎これどうしましょうか。メンツ手にするんですか。ジャントをどっかほぐすか。3層リャンソー切っといた方がいいんじゃないの。おー、なるほど、うん、ピンズ伸ばしてうまくすれば。それとも両面か、馬強によりますね。馬強ね、3ピン数、うん、3ピンのジャントを落としていくイーシャンテン。馬強見ないとちょっと馬強が1数層薄かったね。あー、リャンソーじゃないですか、うん、だからこれがミスだよね。うん、これは痛いですね、はっきりと。これはもう 100% ミス。さあ、奈良慶順4つ目のタイトルを取ってにすることができるか。奈良の敗因が今の敗因になる可能性がある。おお、そこまで重いですか今のは。重い。あ、リャンパーピンキースーソー、イスーソーが薄いんだよね。ここにあんまですね、スーソー。うん、どうだろうね、これ。これでローキューピンリッチ入ってたんでしょ、これ。はい。そうですね。ね。ここはね、全然アンナさんが進んでないんでね。バレンタインも手広いイーシャンテン、うん。だからアンナさんがちょっと泣きを入れてくれたから、結局うまくいったのに、うん、ね。それをちょっと逃しちゃったのは大きいな、これ。これアンナさん苦しいですからね。そう、あ、もうちょっと受け気味。まああの元々 手の形がちょっと内藤苦しい手だったんですよね。はい。うん、これ藤崎君のイースーソーどうなってんだろうね。イースーソーはありそうですよね。天敗だ。これつま上がりだよ。結局は。まあ、今からリーチだけどね。まあリーチするでしょ。どっちでしますか。スチーソー。ロキューピン。ロキューピンでいった。ピンフの方です。あー、パーピンが。チーソーがね、あの何枚が切れてるのよ。あ、うん、ここに2枚捨てられてますね。ただこれもう一回積もって上がってる、お山上がってるところだから。天敗取らずだ。バレンタインリーチせず。うん、珍しいよね、なんかね。スーピー切って4面立ちだね、今ドライチの。いや、だから多少ね、そのプレッシャーかかってきてるんじゃない、きっと。ね。あの無邪気に切れなくなっちゃってさっきまでだったら迷わずリーチしそうですから ね、うん、ただね、ただ奈良君一回失敗してるから、もうアンナさんは受けですねこれ、うん、あ、復活もあるぞ、復活もあるぞ。イースマン薄かったのか。天敗、天敗、あ、数万だ、数万だったぞ。さあ、イースソだ、イースソ、あ、9ピン積もった、2度積もった。裏ドラはありませんね。まあ4000オールを26オールにしたね。なるほど、うん、リーチスもピンフドラ1 2600オールは奈良。さあここから第1試合2着だった奈良の反撃がまた始まりそうだ。さっきのチーソー打って藤崎君落としたのがうん、ここは一つでもまたそのリャンソーをミスしたけどまたまだ上がれるんだね。うん、パワーを持ってますよこの4人は今。いや、 やっぱりこういう1回ぐらい失敗してもなんとかなるぐらいじゃないとなかなかここの決勝戦まで来れないね。なるほど、うん、
またこれで接戦ですからね。接戦ですね。さあ、この2曲ピンポンパン。バレンタインが三者からはやや遅れを取っていますが、まだまだ小山も2回あります。うん、さっき打ったの取り返したからね。はい、接戦ですからね。はい、もうこれ一上がりすればまた順位が変わります。これも悪くないよ。一メンツ、ね、これも悪くないか。どうだ、右がよく見えなかったが、あ、そんなに良くない。あ、でも全然このぐらいだったら大丈夫でしょう。うん、うん、さあ、そして頑張りたいのがバレンタイン。メンツなし、バレンタインさんの手が悪いね。はい、まあ、我慢してて最後の親があるし、藤崎もやや厳しい手配か。統一が増えてきました。アンが。ちょっと全体的に重いですね。手の形は重いですが、うん、バレンタインドラドラ。仕掛けるとちょっと厳しそうですからね。奈良君の手が伸びそうではありますよね。お、ドラン、ドラに次ぐドラ。これ単用で仕掛けられますか。単用にしたいね。でもね、カンチャンばっかりなんでね、うん、形が苦しいですよね。形が悪いんで単用にしていった方がいいかもしれませんよね。急走の統一落としに行ければ動きも取れます。どう打つかね。バレン、あ、これ急走だ、急走だね。あ、トイトイ見るんだ。トイトイ、なるほど。これ酸素は、いやいや、そういうこと。酸素はこれどう打ちます。まだ急走間に合う、まだ急走間に合う。硬い。いやいや、トイトイが、トイトイ見てるってことですね。なるほど、トイトイが好きなんだね。うーん、いやー、タンヤオの方がいいけどな。タンヤオが柔らかく見えますね。タンヤオついでにトイトイってのもあるけどね。おー、だけどこれトイトイじゃ苦しいんじゃない。うわー、これじゃ役がないからね。はい、急走出た時は当然ポンでしょうからね。そうですね、だろうからね。ただあれが形式転廃は取れますけどね。いや、だからあれがトイトイになるんだろうか。ドラさんですからね、テンパイだけじゃ嫌ですよね。しっかり上がりたい手ですからね、これは。あ、もったいなかったかな。急走出そうなんですよね。うん、ウーピン泣けた、泣いた。お、これ急走ポンですよ。あ、急走ポンできるね。できますよ、これ。はあ、どう見えるんだろう。だからこれ、いや、トイトイに見えるでしょう。タツ外してますからね、マズが3号なのでね。トイトイ見えるから、まあ、ドラ持ってるだろうなっていうことだよね。はいはい、でもこれ急走出ておかしくない、出ておかしくない。テンパイ入った、三品ですか。いやー、なんだよ、恐ろしいね。恐ろしい、本当に、うん、これがこの順位でテンパイしますか。いや、そうじゃなくて、この麻雀は怖いんだよね。単用だとテンパってないですからね、うん、テンパイしないから、してないから。だからこれがトイトイうまくいっちゃうから、はい、だ、次手出しで2ピン出されたら、え、まだなのみたいな感じになりますよね。なる、しばらく2ピンでもいいだろうけど、うん、まあね、ちょっとこれ打つ、ここの危ない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 、いや、これ本当危ない。2枚持ってるだけに危ない、うわ、危ない。これが上がれた、バレンタインの上がり。トイトイドラさんは発生。これアンナきついっすよ。アンナさんきつい、アンナがきつい、これめちゃくちゃきつい。いやー、あのトイトイうまくいくんだね。いきましたね。びっくりした。アンナはとにかくもう奈良をまくらないことに優勝ありません。うーん、うわー、きつい。今のはきつい、痛いなー。てか、バレンタインのトイトイの判断が素晴らしい。よーく上がりまでいった。素晴らしいっていうか、難しいよね。難しいところ一本通しましたよ、針の穴。普通単野ですよね。はい、単野だとカンちゃん残りでまだ全然ですからね。どうなってる、すごいよな。すごいな、あれ、ああいうの上がれない。さあ、そして親番はアンナになります。トンの3曲、この親番大事。第1試合トップだったアンナ、どうかな。逆にちょっと手が崩れてるな。ドラパーソー、第1戦、6ピンか3ピン、6ピンだった。おー、まあまあね、うん、まあ、マンズも6-8ね、ドラある、はい、ドラあるし、ペンチソーでもね、リーチ打てればね、1回戦もありましたけど、うん、もう親ですからね、はい、もうね、先手取りたいですよね、はい、まあ、開き直っていくしかないね、はい、うん、バレンタイン、そして藤崎もあまり良くない。奈良がいい、二差しある、6、7、8見えたか。あの、奈良君もそうだけど、藤崎君もね、トン一局に6戦オールから入って、はい、奈良君も、ドラドラ
ペンチーソー打っても生き返ってるもんね。生き返りました、うん、パワーの持ち主です。だから今回はやっぱり目があるんだね。世界の奈良に帰れるか、ね、それともウクライナのアンナかフランスのバレンタインか。ちょっとタイヤを気味になりましたよ。ドラ重ねて3走ですから ね、うん、悪くないですよ。角が伸びてます。藤崎もう悪くない悪くない、ね、こちらもやっぱりタイヤになりそうだぞ、ね、ちょっと早くなったよね。ちょっと、はい、入り込んできましたか、うん、対局に、ね、ちょっと早くなってきたよ、はい、うん、これ手が悪いんだよね、ちょっとね、ここはね、ここはちょっとドラがないしね、今回はちょっとバレンタインさんは休んでていいですから、うん、ね、おっと、7に来たね。まあ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 6、7、8か2差し、ドラパーソー、うん、まあリャン、どう打つんだろう、リャンソースーソーもありそう。2差しの方が硬いかな。リャンソースーソーだ、そっちか、6、7、8か、どっちがいいかな。やっぱりドラを使いたいから多分それありますよね、まずはドラ、あとピンズ、まあどっちかだね、若干強いのかな、うん、バレンタインさんはちょっと悪い。藤崎ここで一メンツ、うん、これはもうタイヤオコースですよね、はい、うん、来た、来てます。おー、来てるね、来てます。ドラのパーソーは1枚か、1枚残ってるんですよね。どこに次の1枚最後の、ね、はい、パーソーが行くかですよ。テンパイだ、まあしょうがないか、まあ、リーチだ、うん、折り合いつけましょう、仕方ないよ、イーマン握れ、一回ローソツもぎりありますか。リーチもいや、リーチでいいでしょう、親だし。それはさすがにやりすぎ、あ、親じゃないですね、親じゃない、平茶です、はい、平茶か、じゃあローソ行ってたらね、ここはリーチだ、時間かけたけど、どっちでもいい、しょうがないと、それは全然あり、どっちもありという中での判断でした。俺ペンチーソ引き入れたから親は行きます ね、 ね、ただ勘違いの残りがきついね。急走は行ったという急走、急走行っていいと思うけど、うん、ね、思い切ってもう行かないとしょうがないからね、ここでリーチはローソ来てる、チーソ来てるし、頭を抱えているこれ引いちゃったら頭を抱えている、赤く染め上げた頭を抱えています。あ、ペン3ピン払っていく、通ってないですよね、ペン3ピン通ってないですね、ふわっと打ってきましたね、形の悪いところまず削っていきます。お、E1 藤崎一発 E1 だったよ今、本当ですね、うん、一発 E1 はー、裏は数万ぐらいですか、はい、ああ乗ってん、でも1326あるからね、そうですね、リーチ一発もピーフ1300-2600の相撲上がり、すごい。さあ第1試合2着だった奈良と第1試合4着だった藤崎の上がりラッシュになってきています。この第2試合これで奈良くんのが上になりました、ね、そうですね、日本の選手の上がりが続いています。さあ先ほどあの、はい、チーソー打った奈良くんが生き返るから面白いね、生き返ってきましたね、ね、結構危険なチーソー、嫌なチーソーだったと思うよ、はい、うん、さあそしてここで親を迎えたのは見事なトイトイを先ほど決めているバレンタイン、トンラス親番フランスの若き虎、勝手に決めました今、すいませんライオンじゃないの、ライオンですね、25歳ですよ、違うよ、髪型ライオンでしょ、あ、髪型ライオンでしたね、はい、わあ、ライオンですね、ライオンでしょ、はい、ちょっと今取り直し、はい、フランスのヤングライオンミスターバレンタイン、そうだよ、髪の毛がね、かっこいい、はい、たまたまかもしれないですけど、うん、今回世界大会に出てる男性の方って、あの長髪の方、ロングヘアの方と同じなと僕は思ったんですよね、かなりみんなじゃないですけど長い人が多いなというような印象でした、うん、さあこちらが奈良、これアンナさんは相当きついけどな、きつくなっちゃったな、アンナはきついですよ、とにかく奈良を逆転しないことには自分の優勝ありません、その差がもう25,000点以上、まあね、一順位差にするんだったら1000点まではいいですけどね、詰めれば1700点、そうですね、はい、はい、それ以内に入れば大丈夫です、はい、大丈夫ですけど、まあほぼ上ですよね、はい、はい、だこれね、藤崎君も親だけで上がってね、あとはちょっと削られてってるんで、藤崎君はね、ちょっとしばらく我慢ですよ、あの6球案をね、小さく打たれちゃったんで、はい、あそこでなんていうの、もうすごい水の流れを急にダムがせき止めたみたいなね、しかも強力なダムがあってさ、はい、もう流れていけなくなっちゃったみたいなさ、本当にそうなるとそういうもんだよ、ペンチーソー打った奈良が生き返って、奈良が生き返ってる、難しいですね、うん、
いやだから生き返っちゃってるから、はい、奈良の力が、いやだからうまく、まあ、やってることがうまくいってるっていうことなんですよ、まあ、結局力がどうのこうのじゃなくて、はい、やってることがうまくいくかどうかっていうのは麻雀大きいから、はい、やっぱり自分が例えばどんなにうまく手作りしたって上がれなかったり、はい、これでひどいテンパイでね、多分上がれることもあるわけだから、うん、親のバレンタイン、ここは闇手にしましたね、めっちゃいいね、うん、今までとは違いますよね、リャンメンだったよね、いやシャンポンですね、リャンピントローソーですね、リャンピントローソー、あ、じゃあちょっと待とうってことだね、イーピントローソーか、となると今なんかテンパイ外しとかもありましたか、取らずもありますね、ローソーとか、まあ、イーピンとか、はい、ローソーへのくっつきか、まあ、ウアンだからね、はい、うん、マンズの伸びカーでね、うん、走行してるとね、あのイペコ待ってる、マンズ1-2-2-3-3-4だって、そうですね、だからイペコ5の変化待ってるかな、きっと、まあでも親だからリーチも全然ありますけどね、ドラガリアンソー形はいいシャンテン、ドラガリアンソー、まあ本来はウーソ切りたいんでしょうけどね、まあ、ウーソ切っていいんじゃないですか、切りたいんでしょうけどね、うん、まあ、ウーソ切ってドラを切らない形にしないと、ドラ切るの、それドラは、おお、ドラ切った、ドラ上がりがあるって見てるってことですかね、いや、そうだね、ドラの意味があんまり分かんない、結局だってドラを使った方が高いじゃん、だってどう考えたって重なるとは思ってないってことですよ、うん、だから重なるかもしれないし、だから自分で勝手に決めちゃってるから、ただ勝手に決めてうまくいくんか、今までかなりいい、うん、未来が待ってますから ね奈良には、うん、結構あんな勝手になんか決めたくないけどな、さあイーペーコーできた、リーチか、これ闇手んじゃないですか、リャンペーコーまである、ダマ、うん、の振り返り、ダマにしてもいいね、ダマにして闇手にしたいですよね、これね、上がれるし、うん、出たら上がればいいだけですから、親です、まあ、リャンペーコーあるからね、わしな、トイトイですか、スワンコか、トイトイですか、そういうことですよね、トイトイにしたいのか、トイトイバレンティンですね、まさか泣かないよね、いや出たら泣くまであるんじゃないですか、いやもう出た、3枚今泣きませんでしたね、ただ泣いてといといじゃしょうがないしね、いやしょうがないですね、うん、じゃあこれでリーチですか、ああしないんだ、そうこうしてるうちに周りが進んでしまうぞ、バレンタイン、いやリーチかけないと、うん、そろそろ、これアンナさんもいつまでも EP 持ってたら危ないんですよね、確かにここで切るんじゃないですか、差しがありますもんね、切るかもしれないね、 EP ね、うん、うわ、先に中層を切ってね、うん、なるほどね、いやそろそろリーチ来るぞ、あこれさ、これ何を持ってるんですかね、これあれだったね、イースーマンですか、イースーマンの振り返りかローソンにくっつけたいってことですよね、うそうだろうね、きっとこれ、対応にもしたいんだね、あ、これでイーピンになっちゃった、うん、これでイーピンになっちゃった、ウーピンもあるから形決まってるから、あうん、ここでリーチ来られたらアンダーもイーピン止めれませんね、テンパイした時は形が良すぎますね、テンパイした時は出ちゃいますね、振り先もいい形になった、奈良くんは全然奈良くんはローバンとかでなんか変えて対応に持ってきたいんだよね、きっとこれイーピンですよね、多分いいピンでしょうね、リューハー、ね、あーこれでいいピン打たれちゃった、もうなおリーチ行きづらい、うわこれ最後まで闇点なんだ、チー、うん、ピン短期闇点でしたよね、第一試合チートイツ、今度は役なしの闇点だ、これ狙い通りになったね、一応ね、これでタイヤを見ましたね、9万です、でパーピン、あーもう手堅く打ったね、より安全に準備が深い、うん、安全に打ったね、安全な方残したいか、ちょっと手堅くなってるんじゃない、きっと、うん、さすがにこれ勘違いそうにはしたくないですもんね、バレンタインが幸いなのはまだ周りが誰もテンパイしてないところでテンパイが入ります、うん、カンウーピン、ただこれカンウーピン結構きついよ、これ顔面が泣いてカンウーピンかい、そうですね、きついな、こういう逃げようっていう気持ちはダメだよ、さあこれはどっちが安全かですよね、いやもうリーチ打たないと、リーチ打たないでしょうかね、リャンマン切ってリーチですか、あーリーチですね、そのままつもぎらない方がいいと思うんですけどね、まあ、それはそうなんだけど、まあ、あんまりね、まあそんなに影響ないとは思うんですけど、3ピンが出てますよね、確かね、うわーウーピンだ、くな森山プロどうやらこれ奈良がうまくいってますね、いやだからうまくいく、やってることが正しいとか正しくないじゃなくて、やってることがうまくいってる、リーチボーまで追い風吹いてますよ、追い風吹いてます、だから早くリーチが入ってれば今の展開もないし、うん、ね、そうですよね、そうですよ、奈良くんなんか今回
いいんじゃないか。奈良圭純、ウィーンの風を背中に受けて突っ走るか。さあ乱入です、残り半周。世界チャンピオンの行方は奈良と藤崎の間で揺れてるように見える。もう今ほとんど奈良くんがあれだね、世界チャンピオンにもう相当いい風吹いてますね。近いところに行ってるね。だからこの親ですよ。悪いぞ。この親番も悪くない悪くない。あ、一面つあるか。これ藤崎くんいいよ、これいいですか。全然いい。すごい。我慢が実るか。三色決まりそうだし。あ、だけど初統一ドラ1。ここまあまあこのリュウハイ一投げ多分しないだろうからね。しないですか、うん、まあ、しちゃダメだよね。おお。そんな慌てる必要ないから。アンナが何統一、あの親からリーチ来ることをもう今計算しとかないと。はい。だから親から来た時に対抗できなくなっちゃうから、うん、もうリュウハイよっぽど形よくならないと泣けないよね。なるほど。今から想像がちょっと厳しいですからね。あの 今から逃げる算段しても無理だから、まだ何の一局だからね。慌てない方がいいと、うん、慌てちゃダメ、うん、さっきもね最初慌ててなかったもん、うん、全然。あ、チートイツになった。チートイツいい判定ですね。246ね、なるほどね、うん、いいんじゃないですか。チートイツにしながら、はい、あの例えば流派を安全な牌として考えながら打ってれば、うん、失点はないよね、うん、いいポジションにいるから。藤崎がトップで奈良が2着なので、もこれ以上あの順位点等で縮まったり開いたりすることはありませんので、うん、ご覧の通りの点差、うん、1万点弱の差です。5万か5万。チートイツのイシャンテンキープ。ドラ引きたいね。引きたいですね、うん、ドラ引いてこれものにしたらかなり近づきますよ。はい、6400は大きいですからね。大きいですね。1万5000点以上開きますから、どこを残すかですね。形決めるかそろそろ。あ、ウーアンか、先に切ったよ、うん、ウーアンか、うん、まあウーアンっていうことは、まあ、メンツでも一応まだ含めるってことですよね、うんうん。あのみんなの捨て牌が割と今多分あの19時牌に偏ってるでしょこれ。はい、ね、全体的にね、まあ、ここは何も切れてないんだけど自牌がね、他が切れてるから、まあおウーピン、いやこれ奈良にとっては嬉しい仕掛けですよ。こういうのがどうなるかが分からないのよ。その結果はこういう特殊な仕掛けが入りましたよ。特殊な仕掛けが入るからね。ハツガンコだドラスーソーだ。これでメンツで見るかどうかですよね。ローソーがあるか。で例えばもうメンツ手を見るときにどう切るかだよね。うん、統一で見てるね、まだね、うん、GP さらに泣けた、はいはい、いやただあのバレンタインの形悪いのよ。悪い、うん、これどうしますか。目いっぱいパワーの方ですか。単野を考えて相撲切りもありますか。チーピン、まあ、チーピンポンされてるからパーピン狙い目だからね、うんうん、あ、カンウソを決めた。ドラの方はカンウソを決めたね。その分手が広いっていうことね。ポンを考えてるってことだ。これトイトイ何してるんだ。ドラ切る機械パーソーピンズ、ピンズ、ああそっちか。まあ発があるって分でしょうね。まあ発が安全牌であるからね、はい、いざとなれば流派難航としてやるね。ウーソの引き合いです か。いや、あのバレンタインさんの泣きから場が動き始めちゃってるから、どういうふうに展開するかわからない、はい、いやこれ藤崎がいい気がする、うん、誰が得するかな。それとも奈良がかわすか。奈良が何を流したか。ローピンローピンだよ。奈良はやっぱりこの藤崎の親がかなりキーポイントにはなってると思うんですよね。いやそうなんだけど、だからやってることがうまくいってるってことね。ローピン流したんでしょ。いや、あのローピンは自分が暗黒かぶりしちゃってます。自分か、はい、自分が自分がついちゃったんで、はい、あ、そうか、自分だ。トイトイにしてたらテンパイなんです。そうだよね。スーソを切れれば。あ、そうか、ただローピン自分か。ドラがスーソなんですよね。ドラからは切りづらいから、ちょっと難しいところはあると思うんですけどね。いや、なんかあの仕掛けがね、あのバレンタインさんの仕掛けを見れば普通ドラあると思うのよ。うん、切ったらポンなりロンなりになっちゃうかもしれないと。だからこれで得意のトイトイだ。大得意だな。いや、好きなのよ。好きなんですね。得意というか切ってるんですけど、やっぱりでもウーソーがさっき2枚になってた。なるほど。ウーソー2枚あるか。それでもウーソーの引き合いですよね。ウーソー2枚ありますよこれ。だからウーソの引き合いでどっちが、うわあ、カンパーソー、カンパーソー、あ、まだ一射点ですか。まあこれ白は行くでしょうね。まあ白でしょうがないでしょうね。うん、いやー、いや、アンナさんももう思い切っていくしかしょうがないからね。うん、親番ある一回の桂もあるってことか。いった、うん、めちゃくちゃ藤崎上がりそう。まあ打つことはないか。まあ片っぽがあれか。ウーソーとなんだっけ。あ、まだ脳天ですね、バレンタイン、はい、あ、脳天ですか、はい、まだ脳天です。ウーパーソーとなんかのシャンポンでしたね。
お、テンパタ、カンバソ。うん。リアンワンですか。スワンカ。後に3アンコウなどの変化もありますが。スワンカ、リアンワンか、リーチか。安全性を考えると。リーチなリアンワンなりそうですね。リアンワンですね。あ、リーチかじゃあ。リーチだ。カンパーソー対カンウーソー、ここにパーソー2枚。うわお。パーソー2とウーソー2。神様どっちを選ぶ？パーソーはないんですよ。パーソーですか？奈良くんが持ってるんで。パーソー、ノーパーソー。はい。やっぱり藤崎なのか？嘘は2枚あるかな。嘘2枚。うん、だここはちょっとバレンタインもきつい。うん、2人で積もってるな、ね、2人で積もってる、これ高いですよ、7700ですよ。どうしたジェン？隣の部屋のジェンが大暴れしてる。だから奈良くんがこれどうするかですよね。挟まれちゃって。初あるんじゃないですか。初あるんじゃないですか。ユハナ暗号年があるね。はい。挟まれちゃって。うわー、これ藤崎かやっぱり。ここは出ないから、まあこのまんま行けばね。はい。うわー、嘘つもりそう。あれ、奈良くんがトイトイにしてたら何と何の街だった？3ピンとパーソー。パーソーですね。あ、これドラになっちゃった。ドラになっちゃった。いや、いけないっすよね。いずれにしても初になりますね、どっかで。全部危ないもんね。初目つぶって3回じゃないですか。もう、だって、もう流派だね。うん。5万は中筋なんですけど、藤崎は8万切ってのリーチで。これ結局、テンパしててもすぐそう持ってきて、流派切ることになるかもしれないね。うん、そうですね、うん、バレンタインさんもいるからちょっと切りづらいですよね、うんうん、いやこれ初ですよね、なんだかわからないですよ。そうだー、藤崎聡裏乗ったら8000だ、1万2000ですよ、1万2000だ。藤崎が再び上、わずかですけどね、うん、いやーこの第2試合になって日本人選手の藤崎と奈良が大暴れ、切って切られて切られて切って、ああ展望がなくなりましたね、タクヤから入ります。バレンタインさんが大暴れを始めてさ、はい、それに付き合って奈良くんも大暴れ始めちゃったから、でその煽りを食らってるのがアンナというような格好になってるかもしれません、ね、ただ藤崎くんがちょっと今いい方向に行ってるね。やはりこの辺りはひょっとしたら経験値の差がじわじわと出てきてるところなのかもしれない。まあそういうところありますね、はい、うん、いや百戦錬磨藤崎聡、ここに来て強い、あまりにも強い。でも奈良くんはまだチャンスあります。あります、うん、まだそんなに差がないんでね。まだね、わずかですよね、うん、はい。とにかくきつくなったのがアンナです。もう100万を上がらないとちょっとっていうようなぐらいの差にはなってます、まあ、小山ありますけどね、なってますからね、はい、いやーこう周りの動きが藤崎に利してるような、これも悪くないね、うん、まあ、例えばこれ藤崎君の打ち方として、例えばチュンを泣くのは相当先ですよね。いきなり泣くことはないと、いきなり泣くことは絶対ないから、今このぐらい出来が良くなってきちゃったらもう泣けないですよ、はい、うん、ちょっと様子見たいよと、でしっかりその安定感があるから、まあ、泣くとしたらその2枚せめて、もうせめて2枚目ぐらいになると思うんですよ、はい、そのまでに結構妻が生きてくればね、ほら今これもう本日ぐらい行こうみたいな、ね、チーピンじゃないっすよ、カンローマン払ったんですよ、カンローマン払ったよ、もう泣くかもしれない、だったらポイントだからってことですね、うん、いや、なんでかっていうと、もうプレッシャーかけていくっていう手があるから、ね、捨て灰使って、うん、それがあるかもしれない、ただそれが効くかどうかは分からない。いや、ペンチーピンじゃなくてカンローマンですよ、うん、ねえ、そう派手にしてるね、背合いをね、いやー、うん、あれだけ忍ぶのが好きな男が派手な、ね、今回は自ら派手にしていく、うん、ただ、まあ、それがこうまずい場合もあるから、はい、まあただ一泣きはしないぐらいで僕は藤崎君のペースだと思いますけどね。プシュですよ、泣かない、うん、そうそう、これ大事、 2枚目は泣くだろうけどね、うわ、うん、すごいな、このぐらい落ち着いてパイが来るのを待って、これ泣かないでしょうがないでしょう、ね、うん、泣きましたね、うん、ピンズですか、じゃあもう一回初リュハ何来た、ちょっとまだぼかしてますか、うん、匂いを、まあ、ぼかしたってあんま意味ないけどね、初が一枚切れだよね、いいパーキングパーピンキューピンでよかったんじゃないの、うんうんうん、ストレートに行った方が良さそうですよね、うん、そういう風に今あのわざわざマンズのあのど真ん中を叩き切ってたんだから、うんうん、だったらいいんじゃないの、うん、普通ではないですからね、捨て牌がすでに、はい、あれ引くんだ、嬉しい、でもどれくらい引ければね、まあ、嬉しいような悲しいような、リーチだ、リーチだ、あーこうなっちゃったね、ウパソー、うん、ウパソー、ウパソー、うん、リーチ対応ですね、はい、いやー、うん、本当にこの2人のデッドヒートが始まってる、問題裏だ、ドラ裏だ、ラチートイツイシャンテン、まあ積もればまた再逆転ですからね、スワンコあるからアンナさん5万ですか、もういやもう5万だ、目つぶってもう5万切って、アンパイないですもんね、ないから、それからもうまたパワーアンコだけど5万いって、はい、3ピン持ってきてピンズ4号切って、はい、
もう一回おーノーというボディアクションおーオッケー、ドラドラですからね、ね、頑張ってこれきついよね、藤崎くんもね、うん、このパースは結構あれだよね、藤崎くんの手に5、6、8、9ってあるからね、はい、どう使い切れるかな、やめちゃうにもやめるパイもちょっと今少ないですもんね、まあ、まだ情報がないんで、はい、3品が通りましたよ、うん、ポンか、うん、ポンあるね、うん、おー、私それポンそういうボディアクションでした今あ、チートイツのイシャンテン、イシャンテンだね、ただドラがないんですよ、ないんだ、うん、ドラが藤崎君とことアンナさんのところに1枚ずつあるから、はい、アンナさんもドラはないんだよね、いや、あります、ドラドラなんで、これいや違う違う、そうじゃなくて、あー、テンパった、いや、ただドラがないよっていう、3万だけですね、うん、あ、嘘、あ、これでリス、イソ順から、これ順からイソ順から、あ、頭を抱えてるちょっと待ってくださいよ、これまずは3万は1枚ですか、3万ある、うん、あ、アンナの上がり牌の3万が1枚あるよ、ね、そして、うん、バレンタインのイーソ短期は山にゼロ、うん、ウッパーソーはウーソー1、パーソーがパーソーあるでしょ、パーソーが2じゃないですか、パーソーは2ですか、まあ、パーソーが強いよね、どう考えても、はい、川には1枚ですからね、そうですね、アンナさんこれ3万積もると羽マンだよ、トイトイですもんね、3個ですもんね、うんうん、また急に蘇っちゃいますよね、なんか。ね、森山会長。三三三なのこれ。あ、本当だ。三品ポンして三層あんこで、あ、あのアンナさんは言ってたんですよ。大満だ。アンナさん言ってたんですよ。何を？私、あなたの好きな役は何ですか？三色同順。三色同順って言ったんですよ。その前に。三色同行って言ったんですよ。あ、そうなんだ。私はこれは上がったことないから上がりたいんですって言ってたんですよ。上がるかもしれないね、これ。はい。三色同行、上がったことない三色同行天杯。積もれば倍満だ。ウィンの地で倍満決めてみろ。レッツゴー。オッケー。3万ある。あなたがウクライナに優勝持ち帰れるならこの3万で上がれるはずだ。だからウパーソの方がね、枚数的にはあるもんね。そうです。でも3万ある。ローマ筋になった、いや関係ない関係ない二、うん、人リーチだし藤崎は硬いし、もうパーソーどうだ、おお、あら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 、3万1枚出てた、3万なかった、ないんだ、失礼しました、すいません、申し訳ございませんでした、3万がなかったようです、大変、世界の皆さんすいません、さあ奈良の上がりリーチ単位は2600ですね、3万残ってなかったんだ、なかったようです、ごめんなさい、一本まで2900ですか、2900でリーチも入ってから3900でまたちょっと逆転ですね、ほぼ上がった方みたいな、今シーソーゲームみたいですよね、はい、さあ本日の放送ですが、まあオーストリアウィーンからお送りしているんですが、ちょっとねいつもと放送環境が少し違いますので、見えないことがあるので、カメ等がねちょっとないので、カメラが少ないんで、すいません、はい、すいませんでした、申し訳ございません、さあ大事な場面です、何の2曲親はなら上がりたいとこですけどね、はい、もう一騎打ちの様相ですから ね、今今のところ一騎打ちですね、完全に一騎打ち、そうか、アナさんでもいい形作ったけどね、作りました、うん、バレンタインも思い切ったリーチでした、さあ悪くないぞ、2面できている、ただね、あんまりピンフだけとかで上がりたくない局面になっちゃってるんでね、うん、いくら親回すのがちょっと辛いところもありますね、親はあるとはいえ藤崎いいぞ、点差がありすぎるんでね、奈良はドラドラで2面1面つ、ならここで3900オールとか決めたらかなり有利になる、はい、こっちにもドラが来た、うん、まあ、ここはあのいいですよ、ではね、はい、うん、これで、あー、ベン様、ペン様入った、いいとこだ、いいシャンテン、藤崎君か、なんだ、自家勢、馬鹿勢のなんドラ統一ですよ、奈良は負けるね、いや、これみんないい、さすがにポンしそうですからね、はい、あー、イペコ丸、うわー、どうなるんだ、これかなり大事な一曲になりそうだ、換算品から埋まればリーチでしょうけどね、はい、藤崎君のは換算品残りは、ね、一旦外すかもしれないですよね、うん、うわ、これほんと大事、めちゃくちゃ大事な一曲、換算品スパッと入るといいね、はい、それだったらリーチかけやすいですからね、伸びすぎてる、
ドラ統一ですよ、まあ、どうか突き求めるマンズかそうピンズか、まあ、ピンズは伸ばさないでしょうがないからね。ピンズは伸ばしますよね、うん、連続系ですからね。藤崎の背配の数層がつもぎり、連層が手、あ、失礼、数層が手出しの連層つもぎり、マンズは1枚も切られていません。3層切ってさ、例えばウーアン来ても357になるからさ、リャンカンと、まあ、うん、リャンカンだから仕方ないじゃない。あ、これしばらく出ないですね、うん、アンナさんのところはダブナンなんでね。さあこれで形整ってきました、うん、バレンタイン、ね、うん、ドラマあります。大事大事大事すぎる、モーストインポータント曲です。これはこれめちゃくちゃ大事。3色になればドラ1枚切ってもいいってこと。これ自敗出る可能性ありませんか。いいマンですか。まずは今結構この辺がね、あの自敗結構絞るっていうかさ、うまいインペコできた。おお、できた。めちゃくちゃ大事。おお、綺麗な点になってきた。天敗ヤンピンか。これ一旦外しそう、ね、外しそうな気がするんですよね、マンズの3つあるから。ヤンピン外していく、絶対外しますよ、はい、そういうジャンプだからね。これが藤崎、何はいつ出る、出るか。あ、これはペンチピンか、リュウハルじゃないですか、先がダブナンなんですよね、ダブナンだから。あ、ダンからだ。これは当然ならがポンだ、うん、ポンだね。くっつきドラ頭でかいよ、一気通貨もあるからね、はい、めちゃくちゃでかい。あ、これでくっつき、くっつきのイシャンペン、パーピントリアンス、これ何が出るか分かんないよね、これ。うわー、でかい。うわー、ランペーコある。もうこれはやばい、すごいことになってる、ね、これスーピンチーですよね、一気通貫だ、うん、これでローキューピンだよね。ローキューピンなんだ、9ピン高いよこれ、はい、あら、キューピンがね、なんかしかも別に本一っぽくない、ゴソゴソっとあったんだよね、ここにね、はい、あ、出ない形でテンパった、ピンだ、イスーピンだ、イスーソーだ、ただ安い、いやでも行くしかないんじゃないか、ただ安い、行きづらいですよね、安い、行った、イスーソー、ただこれ、あの、押されちゃうからね、テンパった、ドラタンキ、ドラタンキか、またドラタンキ、これ順から、バレンタインのドラタンキはいつも順から、まあ、これもなら全部いくよ、いきますね、これ決めたら勝ちですよ。イースー相対ローキューピン、そう、安いからね、ドラウツまでじゃないか、ローピンがないんですよね、高めしかない、高めが2枚ですね。うわ、藤崎スッチーマンピンフィッツ、奇通感、スーピン勝負だ、なんだ9万か、ローキューピン対イースー相対スーソー藤崎対奈良の対決は延長戦、裏ドラビーズもピンフ700-1300、お互い決め手でしたけどね、ピンフ1ツードラ1対ピン、ね、あの役配1ツードラドラ、これ決まらない、100点差ですか今、決まらない、残り2曲、いや、あの、アンナさんもまだ親があるからね、そうです、うん、2人ともある、アンナもバレンタインも親がある、奈良くんの方が100点上、もしかして100点上、もう順位点の変動ありませんから、2人はその差を埋めるだけ、だからもう本当に上がったもん勝ちですよ、ね、上がったもん勝ち、残り2曲、ね、世界チャンピオンの行方は奈良と藤崎の間で揺れている、それを奪い取るかアンナ、あるいはバレンタイン、何の3曲親はアンナです。さあアンナさん、ここでね、いいハイパイ来たら本当ですね、まずは大戦をハイパイ、ただね、まあ、2、3本はちょっと連チャンしたいよね、したいですね、2、3本、うん、最低2、3本ですね、4000ホール3回ぐらい上がんないと追いつかないっていう点、全数になっちゃってるんでね、もう開き直ってるからね、ですから、まあ、うん、奈良も藤崎もここでアンナの親は檻がないっていうことだけはっきりしますね、はい、そうだね、はい、うん、手悪くないよ、悪くないですよ、ね、うん、藤崎100統一一面つ両面一つ、うん、対して奈良は、あ、今ウガンから言ったね、奈良は一面つと両面一つ、お互い同じぐらいのハイパイだ、ただ1000点じゃね、あんまり上がっても意味がないっていう局面なんでね、はい、2人とも上にはいけるけど、カウンピありましたよ、9番くらい、ペンサルト払うか、9番ぐらいかね、9万だとは思う、1通見るんじゃないですか、いや、1通遠い、遠い、うん、9万親だから通じた通じた会長の思いがアンナさんに届きました、ああ、うわー、でもこれ1000点でよしってことだ、そうだね、これはもう安いでも安い手でも上がろうっていうことだね、瞬間上にいってるか、2曲上がって勝とうってことですね、藤崎はもうこれは、奈良は1曲ですからね、オーラスの、だからオーラスはどっちが先に上がるかみたいな展開ですからね、うん、そうですよね、だってあのアンナとアンナは逆転の手しか上がらないんで、うん、それからあれだよね、あのバレンタインさんも今手が少し良くなってきたからリーチ入ってくるからね、はい、なるほど、うん、それに対して、まあまあ、打つか、まあ打ったってまた最後取り返しはいいんだけどさ、まあこれあれね、まあ両層急ぐらい外しときたいね、あ、それも上手いよね、うん、うん、手広い、うん、うわー、藤崎君もね、ちょっと
苦しい仕掛けではあるんですけどね。そうなんだけど、一発多発ができれば早いですよね。そうなんだけど、トンが一応ちょっと多少安全だね、安全。これ奈良君自家製ですからね、ペーね。でもチートイスと一緒なんていうのもありますよ。あーチートイスやめた、ね、要するに藤崎君 のスピードに対抗したね。ってことはこれ奈良もハッペーポンしますか。しそうですよね。はい、まあスピード合戦みたいになっちゃうかな。要するに藤崎君が上車じゃないですか。上車の藤崎君にプレッシャーもかけたいっていうのもあるじゃないですか。自由を止めたいと。はい、選択肢ね、はい、移動蹴りアウパーソイシャンテン藤崎ドラピューッと切る、ピューッと切る。奈良慶順完全に切った。このドラ置いとけない、置いとけません。これ相当藤崎君嫌ですよね。今行きましたね。奈良もここ上がられたらまずいと。まあこれもね、なかなかアンナさんなんか単野をちょっと狙っていく手があるんだよね、はい、そうすると動けるから。あ、これ二度受け解消、二刺しもわずかにある。相当嫌ですよ、ね、まあ二度受けっていうところがいいよね、はい、二度受けっていうところを解消できたっていうのがいいよね、うん、いやー、ブラックコイとか切られている。今ノータイムでしたかったですね。なるほど、考えないで、うんうんうん、藤崎君にプレッシャーかけるために。はい、ポンですか。さあ奈良地風のペイをポンしていいシャンテン、まあ、両方とも安いんだけどね。安いですね。ただ上がって終われば、雨がね、まだ遠いのよ。最悪の、ね、最悪というか一個だけ考えられるのは、バレンティンさんが脳天の時に、自分たちがテンパイテンパイ脳天脳天の時に上の方が勝ちってことなんですよね。それだけなんですよね、はい、どうせもう一曲分かんなきゃならないですよ、お互い。チーしてテンパイだ、ナイスピンだね、待ちはいいね。ただこれ、奈良が上がった場合は藤崎先点ではダメ。積もれば OK です、積もれば OK です。おお、ドラドラになったよ。ただね、わかりました。って単野はあるから、うん、もう泣きたいですね。泣いて急走急走切ってくるからね、うん、ただウーアンがね、ここにあんこってるね。ね、五万がね、リャンウアン、これお互い出ないんで。テンパタリャンウソ対リャンピン、イスピン、イスピンはイーピンがいいんですよ。どっちだ、誰も持ってないんで。もうまあこんなものはもう一緒ですよね、うん、リャンウソに関して急走急走ですね、うん、急走切ってこれで動ける。どっちだ、どっち、まあ、ただどっちがどっちで打っても最後の勝負だよね。はい、うん、これお互いに点数安いからね。枚数で言えばイスピンのが残ってるんですよ、まあ、まあ全く関係ないね、枚数とかはね。まあ、どっちが上がるかも関係ないね、うん、最後だから、最後にどうなるかだけだからね。いいシャンテン、最後に手が入るかどうかだよ ね、 ポイントはね。いや本当もう最後の1曲に2人かけてますよね、うんうん、いずれにしても2回上がって終わろうっていうことですから、まあ、上がらないとしょうがないね、はい、うん、まあ、とにかくオーラスはどっちから上がんないか勝ちなんだ、ね、オーラス上がった人が勝ちだからね、勝ちですよね、うん、もうこれも白切って、チートイシャンテンだ、白切って目いっぱい、タイヤチートイドラララのイシャンテン、すごいね、こんなの位置入っちゃったらもう怖いね。ね、はい、ハネマンまでありますからね。あ、これ4が出るかもしれない。あ、本当だ、ドラパーピンだ、4だ、ダラだ、1100点上。まあこれは大したことない、まあ、とにかく藤崎と奈良の上がり競争ですね。最後藤崎は1300、奈良は何でも OK、 そしてバレンタインさんは連チャンあるのみ、ね、うん、アンナさんはどうなんだろう、薬満つもある、薬満つもは OK なような気がしますね。いや、アンナさんはダブル薬満のつも、ああダブル薬満じゃないですか、ダブつもの奈良からは薬満、藤崎さんとバレンティンさんからはダブル、ダブル直、はい、という状況です。改めたいと思います。アンナさんの条件、改めますと、藤崎は1300以上の上がりは何でも OK、ツモなら300、500、奈良は何でも上がれば OK、バレンタインさんは親なので連チャンあるのみ、アンナさんだけが1曲の条件になってるんですが、ツモはダブル役満のツモ上がり、役満の上がりは奈良から、ダブル役満の上がりが藤崎、バレンティンからとなっております。さあ、森山会長、はい、場合によっては残り1曲で第3期の世界チャンピオンが決まるわけですが、まあ、ここまでの戦い振り返っていかがでしょう。残り何曲があるんでしょう、あったとしてもね、はい、とにかく、まあ、2人のうちの上がった方が勝ちですよね。はい、だからハイパイ注目ですよね。ねえ、ハイパイがどうかっていうことだよね、うん、はい、ここまでの、はい、若干奈良君が有利ですよね。まあそうですね、先手が上がれないっていうのが藤崎の条件なので、いや上茶が藤崎君が切らざるを得ないんで上がらない。でもバレンタインもバレンタインさんも切るしかないんですよ、うん、なので藤崎と奈良さんの座ってる位置関係は多分そんなに影響ないのかなみたいな。ここでね、どっちが有利って言ってもしょうがない、うん、もうあとはここまで打ってきた麻雀の正解か不正解がハイパーに出るってことですね。ハイパーに進むに、いや、まあもうね、まあ
何が良くて何が悪いか分かんないけど、うんね、もうどうしようもないね。ただ運命だね、ここはね、すごい運命だ ね、勝つのと負けるのと、ハイパイ見たいね。ハイパイどうだろう。ですね、今あ対局再開しまして、何の4局、さあ行ってみましょう。第3期世界チャンピオンは誰になるのか。さあハイパイはハイパイだね。バレンタイン、バレンタイン、ドラッグ、ヤンマン、ハイパイ悪くないですか。レンちゃんでもとにかくやるしかない。バレンタインは悪いとかいいとかじゃない、やるしかないんだ。トイトイ大得意な大好きなバレンタイン、さすがにね、トイトイに向かっちゃうと難しくなっちゃいますからね。バレンタインとにかく連チャンあるのみ。まずはアッシャーから、続いて藤崎、相撲は何でも OK、 1300でも OK、 ピンフ系の手だ。単用なら仕掛けなければ決まり。さあなら一面つ、両面一つ、二つ、まあ50分100本だね、あんまり変わらないね。そしてアンナ、アンナさんも薬満だから酷使いくね、これね、うん、ダブル薬満の相撲か、奈良からの薬満ないんだよな。あ、そうか、奈良君から取ればいいのか。そして森山会長、うん、今スタッフさんからですね、はい、アンナ選手に条件が伝えられたようなんです、うん、今言った、うん、まあ、うん、奈良からの薬満直撃ですと、はいはいはい、なるほど。そしたらアンナはこう言ったらしいです、うん、おいつ維持と言ったらしいんですよ。これぐらいじゃなきゃやっぱダメなんですよね、世界チャンピオンになる人は。すごい、おう、薬満直撃、あのロングヘアかな、おう、イッツイズイ、これですよ。うわ、藤崎とか入った感じ、ピンフ、ただ藤崎はピンフのみの場合は直撃か壺が必要です。そうなんだ、リーチかリーチかければ無料で、リーチかければ、でもバレンタインから出るんで、うん、リーチかけた方がいいと思うんですよね。いや、かけるよね、はい、うん、お、うん、ここはまあ手作りゃいいからね。あ、ローピンドラ来ましたね、あー、ローピンから、あそこ感知ピン残したいね。これでさあ、藤崎ペンチース払っていく、うん、目の前のイーシャンテンには囚われない。奈良くんもね、奈良は何でもいい、うん、何でもいいんです。上がれば世界チャンピオン。まあポイントあれだよね、親からリーチ入った時にドカーンって打ったら大変なことって、ね、大変です。そうしたらそいつ、うん、そっちはきついですよ。アウトだよね。勘違いそうになった場合は単葉だ、単葉だ、単葉だ。でも仕掛けられないですよ、藤崎は。仕掛けた場合はつぼ着。あ、そうか、これどうするんですか。9万切るんですか。奈良はこれ仕掛けられるから、チーピンもあるし、リャンピンもある。換算ピン払い、6ブロックできます。でもね、換算ピン払いはね、難しいんじゃないか、うん、リーチまでやろうってことじゃないですか、これだから、うん、どうせ同じですもん、奈良も藤崎条件で、バレンタインから出ると。あの換算ピンはあっさり5ブロックできました、ごめんなさい、5ブロックできました、すいません。あっさり切られるよね。うわ、来たー、これ、チーソー入った場合は、あら、今4からいっちゃったからね。チーソー入った場合はイースーソーで、スーソーならどっからでも OK、 イーソーダメ、だからリーチを打っちゃうからね、うん、お、あら、イーシャンテン得意のトイトイあるぞ、トイトイ大好き、大好きかよ、トイトイもあるよね、関連層いらないと、うん、いや、トイトイ狙って得意んじゃない、スワンカーあるかもしれない、はい、うん、ここがね、厳しいんですよね。あんな役満ですから、イーツイージー、藤崎も引かないね。勘違いそうといい数層。数層引いた場合は闇点ですね。もうピンズに決めたって、ピンズはいらないってことですか。まあ、総図とマンズで勝負と。うん、これで、リャンピン。ふわならもうふわふわしてるぞ。マスターズに続いて、現2冠となるか。2つ目は世界チャンピオンだぞ。日本に胸を張って帰るのはどっちだ。リーチが親から帰るかもしれないね。イーシャンテンだからね。はい、うわ、来た、イーシャンテン。チーピンですか。もうしょうがないね。いや、目いっぱいもあるリーチかける根性があるかどうか、ね、いや、リーチかけてもいいっすもん、ここ、うん、だったらいいね。はい、ただあの端っこの方はあんまり期待できないからね。うん、国士がいるからね。そうですね、うん、うわー、バレンタインが天パンないとまずいぞ。藤崎かなか、どっちだ、ノーテン、天パイするでしょう。ならばピンフなら闇点が効きます。ならとりあえず3ピン失敗といえば失敗。あ、2アンコでもダブル100万です。アンナの条件は大三元、はい、はい、チートイステンパッター、これチートイドラドラですよ。これチートイドラドラだよ。数万短期で闇点から、これ数万飛び込んだらアウトですよ。これ数万飛び込んだら大変ですよ。9600、これ誰も、あ、テンパッター、イスソ、さあ勝利のイスソ、テンパイ、あー、イスソ、イスソが危ない。いやいや、数万なんか先ですよ。数万だ、9600、うおー、
バレンタインの上がり、アンナがきつくなった。いや、これで藤崎君が1300同点になるんですよ。いや、1300上がれます。あ、今1300 OK です。何でも上がれます。一本間なんで何でも上がります、これで。お互い上がれば勝ち。上がり1個ですよね。通話が残っちゃったね。はい。切る順番のあやですけどね。うん、ただ、まあ、ドラそばはドラそばだからね。はい。そしてアンナは今9600の宝珠によりダブル役満のツモでもロンでも何でも OK と、あのバレンタインからでもいいのかな、バレンタインからでも OK、 とにかくダブル役満、役満じゃダメになりました。今かなり条件が厳しくなりましたね。そうですね。そして今一本場になったことによって藤崎は何でも上がれば OK と、2人ともね、2人ともです。藤崎ならは何でも上がれば OK、 バレンタイン連チャンあるのみ、アンナはダブル役満、さあ行ってみよう、運命の何の4曲一本場。病、ひろし、友武、雅治、この2人に続く世界チャンピオンの称号を手にするのは誰だ。バレンタイン悪い、手がきつい、 Too bad これは悪いぞ、これ悪い。となると藤崎と奈良のハイパイ注目、二メンツ、わお、二メンツちゃんとある。奈良は三色も悪い、悪い、カンちゃん二つは悪い、悪い、奈良慶順、藤崎さとし越えならずか。いや、まだまだ分からない、まだ分かんない、ツモが大事、ツモが大事、悪い、バレンティ悪い、脳天まである予定だ。さあ何を引いてくる。二メンツの藤崎、ゼロメンツの奈良慶順、タイヤもある、これね、うん、そうですね、とにかく上がればいいんだからね。奈良は藤崎を超えることをおそらくもうプロとしての最高の条件に置いてるはず、目標に置いてるはず。藤崎に目標を定めてずっとプロ活動やってきた奈良。お、チュンが重なったぞ。ああ、これはでかいですね、いいジャンペンですからね。奈良超えは、奈良を超えさせないか、サトシ藤崎。チュンのポンテンでカンニャンピンですか。そうですね、いやこれ地位からもあるんじゃないですか。チュンがなかなか出ないね、ここで。ここに来てたら出ないですよ。カンニャンピン、あ、カンパーピン、カンパーピンだね、うん、藤崎はいつまでも、まあ、ポンテン当然取りますからね。ただドラがチーピン、まあまあパーピンだけだからいいよね、まだね。こっからは自敗が出そうもないんでね。ないですね。ダブル役満ですからね。あ、パーピンがここに2枚あるね、はい、なかなかこのパーピンが、はい、カンパーピンきついかい。1枚しか残ってないんですよね、うん、3層か3番か、どっちかね、くっつけて、はい、くっついたら上ピンゾの上外そうっていうことだよね。奈良君が1枚持ってますから、うん、パーピンは残り1枚。奈良はここからローソーやローマンのポンってがあるんですか、ね、いや結構大変だよね。まあ泣くのがあるとするとローピンはあったろうけどね。はい、だからそれでも遠い、遠い、そういう6、7、8 か、だから最低転配はしたいでしょうからね。そうですね。あとはもうバレンタインに上がってもらうしかない。あ、ポン、まあ、これが悪くない、これが悪くない。パーピンなくなった。これでもまあもちろん1枚あるんだけど、789一応ある。いやこれは藤崎としてはさっき4枚目のパーピンの悪夢があるので、うん、ないねこれね。お、絶好の3万入ったね。奈良に光が差した。パーピンのもやはない。ただ、うん、藤崎君の手が変わるからね。はい、うん、パーピンがないことは3枚ないことは見えています。うん、ね、うん、ローピンどうなるかですね。うわ、行く、広げていく奈良慶順。いや最悪上に上がられてもいい役だじゃないですか。いいですよね、この手だと多分先行けないですもんね、うん、藤崎君に上がられるんじゃ終わっちゃう。親2つ投げたよねえ。そっか、ドラチーピンだからパーピンも話してないんだ。うわ、チーム入った。チーム入った。うわ、イーシャンテン、あ、リアシャンテンか、ごめんなさい。これちょっと藤崎逆転してるかもしれないですね、スピードで言ったら。パーピンないだけに藤崎はドラ、あ、ドラ通した、かまってらんないと。これパーピンローピンポンですからね、ドラが使えず。これで藤崎生き返った、ドラが打てる、生き返った。チュンのポンテが取れます、ね、チーマン待ち。チュンがね、チュンがどこに行くかですよね。そうですね、今案内1枚ある、このチュン残り1枚どこ行くか。トイトイ大好き、トイトイ大好きなんです。僕イシャンテン、あ、9万振り点だ。でもしょうがない、今はいい、まあまあ、今は振り点で構わない、うん、最終的に振り点にはいい。あとローピンチーとかもあるんですかね。もう3色ありますよね、何でもありますもん。でもあると思いますよ。はい、ローピンがでもポン、うわー、チュンが後付け、あと1枚、
ローピンポンされてるから。あ、そっか、ローピンポンか、うん、チュン1枚ありますよ。7チュン掴んだら危ない。バレンティンがチュン掴んでもダメ。ちょっとこれ今単用に見せてるからね。あー、いいわ。ローピンポンされてます、目に見えて。まあただあそこしょうがないもん、もうさ間に合わないから。カンウーマンとの急走でもいけますね。でも椅子はもう悪くないんだよね。ドキュガンがあんまりないの。ローピンがゼロだ。ローピンがもう目に見えてる。キューピン3枚目、これチーピンバービー払いますね。でもチーピンバービーが重ならないんで、カンウーマンがあるからね。カンウーマンの急走でいきます、ね、カンウーマンの急走でいきます、うん、えらいえらい。チュンどこ行く。チュンがここにあるから、ね、バレンタインか奈良のとこに行ったらチュンは藤崎上がりだぞ。トイトイ大好きバレンティン。バレンタイン失礼。トイトイ出てる。トイ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 ボーイ、フランスのトイトイボーイ。俺の名はバレンタイン。うわー、これチュンがだんだん出そうになってきてる。リュウイソトイトイ、アイアムトイトイ。チュンはんだから安野さんダブル役マンですからね。そう簡単。でももうしょうがないからね、うん、ってね、うん、いや奈良もいい3点、奈良もいい3点。転売じゃない、ごめんなさい、イシャンテン、くっつき、ローマンロウソクくっつき、うん、泣けはしない、泣けはしない。おー危ないよ、これ留意層ある。チュン出ちゃうかもしんない。これチュンとはずだったらチュン、チュンですよ。とりあえずペイ、まあ、ペイ、まずペイですね、うん、頭を抱える、レッドヘアを抱えている。ペイ、チュンだと藤崎のチャンピオンがチュンか。ペイ、ギリギリ、危ない危ない危ない。留意層ちょっと遠いからね、でも留意層切っていかなきゃいけないからね。チュン1枚あるんですよ、チュン1枚あるんですよ。奈良くんもテンパイするかもしれない。奈良くっつきローソロマンくっつけどっちだ、くっついた感じ。テンパイだ、もう知らん好きにやれ。仕方ないね。さあウィンの地でどっちがチャンピオンか。カンチンは1枚しかないでしょ。チームは仕掛けに1個入ってますよね、うん、だから1枚切られてる、1枚は残ってんのよ。1枚だ、チュン1枚。うわチュンか、初か。いやこれはチュンかもし、初カウントだ。キュースいくんじゃないですか。いや初かチュンですよこれ。ダブル役マンだった、ダブル役マンだったらいらないんで。素晴らしい。チュンかチーマンか、ハク、どっちだ。流れたらどうなるのこれ。世界チャンピオンどっちだ。流れたらなら奈良くんですね。どっち。チーマンどっちも止めれないですもんね、もう。はい、はい、チーマン全員止めれない、チュンも止めれない。どっちだ、好きにしろ。おー、もう残り少ない。うわー、チュンカーツ危ない。リュウハもある。ただダブル役満条件満たさないんだ。満たさないからね。ただあんまりそれを考えてない。でも自分がテンパイ取っとかないとまずいもありますよこれ。チュンになったっておかしくない。ハツが出てますね。ハツ2切れ、うん、でチュンションパイだからハツ、ね、ハツからハツ3切れ、まあ、最後テンパったらしょうがないね。これイーソリアソポンでチュンまでありますもんね、うん、はい。うわー、チーマンかチュンか、1枚ずつ、どっち。ディーソーポンだ。いや、泣かないよ。しない。いや、打つしかない。なら負け、だってこれ脳天できないんだよね。でもバレンタインがテンパイしてると思えば俺もありますよ、うん、いや、降りちゃダメ、降りれないよ。降りちゃダメ、降りちゃダメ、テンパイ取んないとダメでしょ。親に打つ分には藤崎はボラがないんで。いや、もうしょうがないよ。藤崎は何を仕掛けてるんでしたっけ。親のバレンタインパーのカンチーは泣いたのよ。カンチーは泣いて、後から手の中から。カンチーはの地位だけですよね。そうなんだけど、後から9案が出てる、はい、そうなんですよね。なんでこれ単葉にはちょっと見えづらいんですよね、うん、単葉じゃない可能性が。ただ薬杯案この両面待ちは普通にある、うん、それがある、それがある。となるとこのパーソン打ちづらい、ワンチャンスだ。うわ、いやこれはやめた、やめちゃったよ。これバレンタインの脳天がありますよ。あるね、バレンタインの脳天を藤崎の勝ちですよ、うん、そしたら奈良は逆転されるんですよ。え、パーソパーソポンナ無理しない。チーマン、チーだ、チーだ、バカチーで今。いやでも分かんない、もうこうなっちゃったら分かんない。いやいや、E1 でいいでしょ。いやこれだからチーが先の可能性があるってことですよね。いやいや、今ので上がってたってことですもん。いやだから E1 打ってパーソ次はあるじゃん、もう一回。これウーピンですよね。パーソ浮いてないですもんね、もう。いや浮いてないけど、いやテンパんないんでこれ、うん、そしたら奈良の勝ちですよ。テンパイテンパイだから。そうだね。でもこれ一回受けちゃった奈良がピンチ、チュンがいる気がする。吐いて、吐いて、やってんで親の点か、奈良勝ちか。親の点、親にテンパイさせようとしてる藤崎、負けてるから。いや吐いてだから泣けないから。あ、泣けないんだ。
投げないから打つんだ、打っちゃえだ、打っちゃえな、それしかないんで。脳天、親が脳天、あれパースを勝負して上がってほしかったね。ね、結果はねうまくいったみたいですけどね、パースを E1 切るんじゃなくてパースを切る勇気が欲しかったね。一度は奈良の手から世界チャンピオンが藤崎に渡りましたよね。渡ったのにさ、この曲のスタート時点では奈良があのベルトを持ってました。しかしあそこのパースを掴んで E1 を打った時に藤崎に一度渡したんですが、藤崎の最後のツモがなんと G1、きついね、ロンだったと思いきや G をし直して再び転敗して、藤崎の手元からチャンピオンベルトを奪い取ったのは奈良慶順、山井博士、友竹正春に続いて第3期世界チャンピオンに輝いたのは奈良慶順、藤崎聡無念の敗退となります。惜しい。さあ以上の結果から第2試合はトップに藤崎、2着に奈良、3着にバレンタイン、4着にアンナ。以上の結果から第3期世界、リーチマージャン世界選手権優勝は奈良慶順となりました。おめでとうございます。さあ今ですね、あのスコア表をね記入しているとは思うんですが、今大会おそらく全選手そして視聴者の胸を打ってるのはこのノーゲームの精神なんですよね。終わった後に必ずこう選手同士が握手をして健闘を称える、そんな、場面が数多く見られています。今、ポイントの確認を行って、ノーサイドバレンタイン選手そしてアンナ選手最後の成績の確認を行っております。奈良慶順ついに憧れの先輩藤崎を超えることに成功となりました。さあ戦いました森山会長、決勝戦対局振り返っていかがだったでしょうか。あのアンナさんのねチューンずっと切らなかったよね、はい、やっぱあれは褒めるべきですよね。うん、ナイスプレーだったと、それが素晴らしかったですね。さ最後、はい、奈良コン一旦やめたのにさ、うん、あれパーソー行ってほしかったね。パーソー行ってチーマロン1300と、うん、もう少し成長してもらえるでしょう今後ね。あの、はい、優勝世界チャンピオンには輝きましたが、うん、最後一末の 一つの課題を残したのか、ね、素晴らしい成績残しましたけども、はい、まだまだ成長できるということですね。あそこの強さも、ね、今後あの、はい、なんていうかな、つけてほしいね、ああいうの、はい、うん、さあそして今のサイド戦いが終わったようです。藤崎が席を立ちます。奈良慶順見事な世界チャンピオンになりました。藤崎を破っての世界チャンピオン、これは本人にとっても非常に価値のある、タイトルとなったんではないでしょうか。これね1位と2位大差なんですよ。そうですよね、うん、現マスターズに続いてのチャンピオンは奈良慶順となりました。さあ続きましては友竹プロ、はい、決勝戦戦い振り返ってみていかがだったでしょうか。そうですね、2点3点してね、見てる側はハラハラドキドキで面白い展開だったと思うんですけど、最後はね痺れる状況で、まあお互いね打っちゃいけないっていうのもあって大変な状況だったとは思いますけども、よく奈良君が復活できたなっていうか、はい、そこに運があったのかなっていう感じですよね。なるほど、あの G1 だったね、はい、G1 でね、泣けたからね、はい、最後の G1 がそこにあって他の敗だったらさ藤崎の勝ちでしたよ。がっかりするとこだったんだよね、はい、まあ難しいとこですよね。いやいや難しくないよ、もう ああいうのはもう行かなきゃしょうがないよ。ただ、はい、藤崎君がもし奈良君がノータイムで出てたら藤崎君がもしかしたら同じ結果だったかもしれないですけどね。最後親がテンパってると思えば ね、まあ、ね任せるっていうのはありますから、まあ、それあるけど、うん、今結局そうだったんで今の最後は親はテンパってるでしょっていうような感じでね。いやもちろんそうだけどね、うん、もちろんそうなんだけど、まあそれ言っちゃったら勝負の世界はさ、うん、まあだから奈良君もね押し切りがないよ。まあ確かに押し切ってもらいたかった、押し切ってもらいたかったのは事実ですけどね、うん、このまま選手待って大丈夫ですか。いや一回 CM で大丈夫です。はい、それではこの後表彰式等に移ると思いますので一度 CM をご覧になってお待ちください。何言ってたんだろう。まあ、プレゼンテーターやるの分かってたから、はい、自分で自分に渡すっていうのを世界のね授与式を見せてやろうみたいな、はい、まあ、これ僕が今ちょっと持ってますけどまあでもそんなようなことを言ってました。なるほどね、はい、面白いこと考えてたんだね。そうですね、うん、今回156、はい、まあ、途中棄権もあったりとか、はい、いろいろあったと思うんですけどね。
なかなかやっぱりこう大規模な、うん、大会だったなっていうふうに思いますね。やっぱりこう明日で帰る人も、はい、我々なんか僕なんかは明日帰ったりするんですけど、うん、私もですね、まだ延泊っていうのかな、延泊して観光したりする人もいたりして、はいはい、うん、移動する人もいたりして、うん、あ、来ました、国旗を、アンナさん、ウクライナのアンナさん、女性1位の表彰、はい、まあ、決勝戦残ってましたしね。今回何しろ僕があのすごいなと思ったのは、あの海外の方が2人決勝に行ったっていう、今まで日本人が必ず決勝だったのが、それがすごく良かったなと思いますね。In third place、はい、and also、the best amateur player、プロではないアマチュアの、最高位、バレンタイン・クルトワ、そしてフランスのバレンタイン、決勝まで残った海外の選手ですね。ウクライナのアンナさんとフランスのバレンタインさんです。まあ、もちろん決勝だから次回も、うん、なるほど、もうあの招待選手ってことになるからね。そうですね、うん、どれくらいなんでしょうね、実際この予選の勝ち上がりの難しさみたいなのはどうなんですかね、はい、だからあのラスベガスの時に出てた選手が、うん、多分おそらく負けて、はい、あのスタッフをやってたりしてたんですよ。おで、あの日吉さんがミニ大会とかで教えてた時にすごい楽しそうにオレンジの T シャツの人がやってたやってましたね、はい、もう麻雀打ちたくてしょうがなかったんだよ、ね、あ、へー、さあ、そして惜しくも準優勝となった、藤崎選手、まあ、皆さんご存知の選手ですね。藤崎さんだってこの4日間でラスト1回だからね18戦打ってさあ、そしてお待たせしました、皆様、かっこいい、いやー気持ちいいだろうね、いや最高でしょう。さあ、ということで第3期リーチマージャン世界選手権優勝は、日本の選手でした、奈良慶純プロです。自身4回目の G1 タイトル、現マージャンマスターズと並んで今2冠ですね、はい、これスピーチあるんじゃないですか、奈良さん喋れるかな、うん、日本語でも不安なのに英語じゃないと思うけど、あ、来た、来ますね、ちょっと黙りましょう、はい、まず最初にちょっと一言言っておきたいんですけども、あの日本の、 あのアーモリーというところのすごい寒いところの出身で、喋るのが寒くて口あんまり開けないですそういうのが苦手なので、それをまずお断りしてFirst of all, I am from Aomori in Japan, which is a really cold place, and it's so cold that our mouths don't actually open that well, so we don't really talk that much. 今年の4月に日本であったマージャンマスターズっていう、この今回の WRC の世界選手権と同じルールの大会があったんですけど、その日本の大会で僕、今年優勝したんですけども、それについて世界で In April, we had the Mahjong Masters Tournament, the JPML Mahjong Masters Tournament, which uses the same WRC rules. And I actually won that event too, so it's really amazing to have won this one in succession. コロナ禍でなかなか世界選手権開催が延期になってなかなか難しい時期だったんですけども、応援してくださったのデイビッドさん、エマさん、レナさん、トシさん、ボランティアで手伝ってくださったのスタッフの方々皆さんに本当に感謝しています。 There's so much happened with the pandemic and it just got postponed and postponed, but I'd really like to thank everybody who made this happen, David and Gemma and Lena and all the volunteers. I'm really grateful to all of you.3年後また、今年初めて海外の選手
が決勝に2人残ったので、どんどん海外の選手すごく強くなっていると思うんですが、また3年後日本で開催するときに皆さんとまた麻雀打てたら嬉しいなと思います。どうもありがとうございました。These players made it to the final table, and I really think that all of the players outside of Japan are getting stronger and stronger. So we look forward to playing with all of you in Tokyo, and that you'll be even better by then. なんかめちゃくちゃ仲いいってことなんで、ちょっとじゃあ、はい、それあれを見せてください。あれを雰囲気を。いや、マージョンないとね。そうなんですよ。食い違いが出ないからね。あ、意見が食い違いがあるんだ。割れるんですよ。はい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 。あ、来ました来ました。はい、お疲れーす。お疲れ。これいいじゃん。はい。座って座って座って。これ。2台3台。あ、2台3台。奈良さん、お疲れ様でした、はい、皆さんお待たせしました、第3回リーチマージャン世界選手権優勝の奈良圭純プロです。おめでとうございます。全然誰も拍手してくれない。フィーヤフィーヤ。はい、ということで、奈良さん、はい、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今のまずは率直なお気持ちをお聞かせいただけますでしょうか。まずはもうめちゃくちゃ嬉しいです。あとは正直めちゃくちゃ疲れました。もう本当にマスカス、いい疲れじゃないですか。まあいい疲れですけど、ちゃんと、ちゃんとめちゃくちゃ疲れた。めちゃくちゃ疲れました。ちょっと僕の認識では、はいはい、僕がね、とにかくね、今日実はね、実況してる中でね、一番言いたかったのは、もうその選手のプレーが素晴らしいことはもちろんなんだけど、はい、奈良さんと藤崎さんというその2人の関係性をね、もっとね、ちゃんと出したかったのね。もともと仲いい2人で、はい、奈良さんはその藤崎さんにこういわゆる教えを教えてもらったこともあっただろうし、後輩としてよくしてもらった側面もたくさんあったと思うんで、はい、ご飯もよく連れてでしょ、はい、でこの間、ね、ネクタイプレゼントしてもらったとか、あ、ネクタイ もらってます、はい、でそういう話を聞いてたから、はい、奈良さんが藤崎さんに勝ちたいとか勝ったっていうことっていうのはすごい彼にとっては大きなファクターなんだよってことをもっと言いたかったのに、ちょっとね、実はそれが出し切れてなかったんだけど、その辺どうなんですか、藤崎さんとやれたっていう、勝った、まあ、でも本当藤崎さんとかのやっぱ柴田さんとかも勝ってほしかったんですけど、うん、やっぱその一緒に先輩、連盟の先輩とやっぱこういう舞台で戦える、うん、で勝ったっていうのはやっぱ本当もう本当嬉しい、嬉しいです、うんうん、すごい。なんかいい恩返しができたんじゃないですか、そういう意味では。まあ、そうかもしれないですね、うん、はい。で、まあ、麻雀の話をすると、はい、まあ、パーソーで回ったところが多分これからも1000回は聞かれると思うんですけど、はい、あの時のパーソーをいや打てなかった、まあ、回ったっていうのはどういう考えでどういう気持ちだったんですか。まあ、僕藤崎さんも、うん、まあ、天杯は多分間違いなく入ってて、うん、そこは危ないなと思ったんですけど、はい、藤崎さんに打ってちゃうともう終わりなんで、ゼロだね、うんうん、で、ちょっとお名前忘れました、親のバレンタイン、バレンタインさん、はい、バレンタインさんね、バランタインさん、はい、バランタイン酒が、まあ、ちょっとまくられちゃうと結構きつくなっちゃう、うん、まあまあ、もう一曲あるんでまたまくり返せばいいだけの話なんですけど、結構むちゃくちゃな、まあ、ドラミエタンでまあ安い、うん、77マックスでもあるかなって思ったんですけど、なんかタイヤをトイトイみたいなとか、そう、うん、そう、なんか、うん、でトイトイ大好きボーイなんで、あの人は。そう、そうなんですよ、はい、準決勝でもう一回当たってるんで、うん、そう、なんかそれにちょっとビビって、うん、またまあ、テンパり返すのもまだちょっとチャンス、うん、まあ、あるかなと思ったんで、うん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 、でもまあピンとずれてたみたいですね。パーソー親に危ないと思ったんだ。いや、藤崎さんに、まあ、にも危ない、どっちにも危ない、場面的にも相当なぶらっこいなみたいな思って。でもよかったね、チーマン最後泣けて。泣けてよかったですね。ねえ、藤崎さんのことならさ、あれ多分さ、
パーソーなんだあのチーマン泣けてなかったら多分さ押し切ってきそうな気がするんだよね、はいはい、あの人のことだから、だからまあ本当にあのキワキワの勝利だったかなっていうような、感じはありますよね。2代目のチャンピオンの友竹さんから3代目のチャンピオンの奈良さんに向けて何かメッセージや対局の感想などありますか。まあね、これから忙しくなると思うんでね世界に対しても僕は大したことなかったんですけど、まだ奈良君若いし何代ですか、全然若くないってこと。いや、僕から見れば若いじゃん、もう、ね、頑張ってもらいたいなっていうか、これからそういった意味では奈良さんは世界チャンピオンとしての仕事もたくさん増えてくると思うんですけど、はい、奈良さんに限らずこう世界、まあ、世界にっていうかこう業界で活躍する人にはこうキャッチが僕必要だと思うんですよ、はいはい、多分なんとかなんとか奈良慶純みたいな、はいはい、麻雀忍者藤崎聡みたいな、はいはい、卓上の坊君瀬戸熊直樹みたいな。いや黒木さんにだそれはもうマジで絶対やめた方がいいと思うんですよ。恐山の恐山から降りてきたたちでまず投げんすよもう投げるはキャッチとしてダメなんですよ。若大将原辰徳みたいな、はい、例えばそういうなんかピシッ忍者とかいいですね。そう、まあなんとかのなんとかぐらいならいいんですよ。いいですね、そう。でもあとまあ卓上の暴君の一個の接続詞はいいんですよ。はい、だって恐れ山から降りてきたなんとかの達人じゃねえんですよ。しかも僕恐れ山結構あの青森の中では、うん、あの離れてるんで全然関係ないですよ。だからなんか一個僕はこれを機に別に今つけようってわけじゃなくて。はいはい、なんとかなんとかならだって4回っすよタイトル、はい、G1、 しかも今現役2冠、そう、それが嬉しいで、何が恐れ山ですかマジでボレーっすよ。黒木さんに戦った方がいい、それ俺マジそれ嫌ですっつって、なんか皆さんなんかあの、うん、お願いします、あのなんかあった方がいいっすよ、さすがに。じゃないとあのその方がさ認識されやすいじゃん、はいはい、例えば麻雀プロだとか麻雀コアなファンは、はい、おお奈良さんね、あの人強いじゃんね、今タイトル2つ持ってるよって知ってるんですよ、はい、でもいろんなところに場面に出るってことはライトな人もいっぱい見るわけですよ、はい、その人たちのためにこうなんとかなんとか奈良慶純っていうのが多分あった方がいいと思うんで、ぜひ次にどっかに出るときにはなんか作りましょう、ね、ちょっとなんか皆さん考えていただけたら、そう、嬉しいです、はいはい、ということで皆さん、キャッチフレーズ、キャッチフレーズ募集中ですので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします、はい、さあ、ということで、まあ、対局も終わってねお疲れだと思いますので、最後に、はい、視聴者ご覧いただいて、今日ね日曜日、結構日曜日、はい、明日みんな仕事の中ご覧いただいている方、はい、たくさんいらっしゃると思いますので、最後に ご覧いただいている視聴者の皆様に、メッセージと今後の目標の方をぜひお伝えください。はい、まずあのご視聴いただいたあの方々、あの本当にありがとうございました、おかげであの勝つことができました。あの本当あのツイッターのメッセージとかちょっとリプ全然返してなかったんですけど、あの LINE とかもあの全部読ませて、あのすごい力になったんで、あの本当に感謝してます。こういうのまとまんないですよね僕読ませてもらいます、はい、で、はい、どうするんですか、はい、読んだだけですか。はい、読んで、まあ、あのすごい力になったんです。力になったから今回そういただいたリプライに関しては全て返信を、はい、します。はい、ありがとうございます。はい、それが欲しかったです。はい、じゃあ最後ビシッと今後の目標ぜひ。今後の目標は僕、はい、まずリーグ戦がもう本当全然勝てないんですよね。うん、今もう C2 リーグなんですよ今。で多分4冠で多分C リーグの人って多分いないんですよね。なんでまずリーグ戦、まず本当 A リーグ頑張ってか、A リーグまで行きたいなっていうのがまずの第一の目標です。あの AK 練習に日吉さんのマージャン奈良ちゃんがスイッチャーですか。あの僕来月、うん、AK レーシング杯に出るんですけど、奈良さんがスイッチャーやってくれるなんで、でも奈良さんさ、はい、今回世界チャンピオンになったじゃん、はいはい、これでマスターズ取ったじゃん、はい、マスターズ取った前日ベスト準決勝終わって、そうそうそう一緒に、そうですね、そう、しかも準決勝終わった日に俺準決勝 YouTube で見ながらあの電車乗ってて家の近所で一杯飲むかと思って一人で飲んでたの、
で、まあ明日もう仕事だから帰るかと思ってピュッと振り返ったら奈良さんが飲んでる一人で一人でちょっとあの僕お酒めっちゃ好きなんで一杯だけ飲んで帰ろうと思ってそれがベスト準決勝の日で明日マスターズの決勝の日にの前日にあーってなってお奈良さん明日頑張ってよじゃあ俺帰ろうと思ったけど一杯付き合うよっつって1時間ぐらい飲んで であの時俺が当然その一杯おごってあの奈良さん取ったからこれ 2,、はい、2つ目だから今度あのじゃあぜひお祝いで僕に1杯おごってください、はいはい、ぜひぜひ、はいはい、お願いします、はい、ということで、改めまして、第3回リーチマージャン世界選手権、チャンピオンとなったのは奈良慶純プロとなりました、やりました、はい日本の皆様遅い時間まで本当にやりましたご視聴ありがとうございました、最後は奈良さんの笑顔でお別れしたいと思います、それではまたお会いしましょう。ウィンカラーでした。さよなら。